ところです。お願いします。最近全然ソニック配信でやってないんですけど、ね、64のプラン全然遊んでないので、今日は64のね、懐かしのゲームカスタムロボのシナリオモードね、まあ、一人やりのモードです。まあ、結構ね、友達と対戦をやったことあるけどシナリオモードはちゃんとやってないっていう人は結構いるのかなと思いますので、懐かしい方も初めての方もよろしくお願いします。ビビアヌさんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。ムサシさんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。アンコさんこんばんは、ありがとうございます。こんばんは。金倉さんこんばんは、グッドラック、ありがとうございます。ありがとうございます。懐かしい、懐かしいのですね。ちょっとこれ我が家になかったんでね、年代的には僕もね、がっつり世代なんですけど、ま、僕もこれやったことなくはないんでね、完全初見っていう感じじゃないんですけど、そう、めっちゃ懐かしいですよね、きっと平成初期ぐらい前後のね。カタカナ優先なんだ。普通に分かりやすいように自分の名前にしちゃいますね。めっちゃ懐かしいでしょ。意外とストーリーで、あれ待って、膝やるなっちってる。若干のタイムラグあるから難しいな。犬さんこんばんは。カスタムロボ、そうです、カスタムロボね、カスタムロボです。懐かしの膝やるさんこんばんは、ありがとうございます文字がね潰れて、なかなかレトロなね。で、水田くるさんこんばんは。はい、グッドラック、ありがとうございます。え、急になんかすごいな、アルティメットネゾー、めっちゃ部屋広いね。ひざまるのママ、どうしたのひざまる、すごい音がしたけどね。そう、実機じゃないんですよ。そうなんですよ、ちょっと実機でね買ってもよかったんですけど、やりやすいようにスイッチの方でね。あ、ベッドからこれが落ちたのね。きっとカスタムロボの夢でも見ていたんでしょう。うふふ、今日は特別な日だものね。さあ早く降りてらっしゃい。クローゼットでか、見たけの2倍あります。テレビでか、見たけの3倍ほどあります。やあ、ひざまる、おはよう。今日はずいぶん早いお目覚めだな。嫌味言うときに使う口調というか、ずいぶん早いお目覚めだな、なんかちょっと嫌味っぽいけど。この町へ越してきて何日か経つし、そろそろ新しい環境にも慣れてきたか。ははは、嫌味っぽいぞこれ。なんかこのスイッチすごいですね。ほんと、いや、そのスイッチすごい時代だ、本当に。お、懐かしのゲームはいくらでもできるこれ。あらあら、本当に張り切ってるみたいね。そんなに慌てなくてもロボは逃げたりしないわよ。はい、約束のプレゼント、カスタムロボレイよ。レイという名前なんだね。なんだいそりゃ。夫婦の情報共有はうまくいってないんだ。その四角いサイコロみたいなのがカスタムロボなのか。いや、そこからなんだ。ずいぶんなんか興味なかったね。やだパパ、知らないの。これはロボキューブといって、保管したり持ち運ぶ時の形なの。あ、カスタムロボ、ロボットをね。要するに仮面ライダーの変身ベルトだ。使う時ロボに変形するものなのよ。へえ、そういうものなのか。あ、そっか、これが直接ロボになるのか。でもひざまるはカスタムロボ初めてなんだろ。使い方わかるのかい。新一くんに教えてもらうんだって。そういえばもうすぐ迎えに来てくれる時間ね、ひざまる。そうか、ひざまるもいとこの新一くんの住む町に越してこれってラッキーだったな。お前がそうしたんちゃうか。運で引っ越してきたの。ちょ、わかんないけど、カスタムロボだけじゃなくこの町のこともいろいろと教えてもらうといい。いとこの新一、おはよう、ひざまる。おはようございます、おじさん、おばさん。そうか、いいとこだからね、おじさんおばさんに当たるんだね。一応会話に飛び交うロボね、あんま聞きなじみない。新聞を閉じなさい、人がいるんだから。
おはよう、新一くん。そろそろ来るところだって話していたところよ。そうなんですか、あ、ひざまる、それがひざまるのカスタムロボだね。これでひざまるもコマンダーになったわけだね。パイロットみたいなことですね。新一くん、ひざまるに使い方を教えてあげて。そうか、まだアイコンタクトレジスターを済ませてないね。心なしかドヤ顔に見えるんだけど、新一くんの顔が。アイコンタクトレジスターね、目で登録するんだ、アイコンタクトレジスター。いいかい、ひざまる、ロボは最初に目を合わせた人が持ち主として登録されるんだ。ひな鳥みたい。ひな鳥みたいなシステムを取ってる。そしてその人の命令以外は受け付けなくなるんだ。なるほどね、上書きできなくするんだ。目の網膜読み取りとかいうすごい術が使われているんだよ。さあひざまる、ロボを変形させてアイコンタクトレジスターを済ませるんだ。安っぽい魔法みたいな音が。ひざまるロボと目を合わせた。アイコンタクトレジスター完了。今のは誰のセリフだよ。これでそのロボはひざまるのパートナーだよ。じゃあ早速ロボステーションに行こうか。あとは実践あるのみ。行ってらっしゃい、頑張ってこいよ。ありがとう。で、転勤族なのかも。わざわざ引っ越してきて、運よく運よくいとこのいとこしんいちくんのいる町に引っ越してきました。で、刷り込みですね、このいわゆる鳥のね、親システム。ここがカスタムロボステーションだよ。人がいっぱいいてすごい活気でしょ。さてと、まずは2階に行って、あれ、あ、僕自分のロボを持ってくの忘れてたよ。これじゃひざまると戦えないや。ごめんね、僕家行ってロボを取ってくるよ。すぐ戻ってくるから、そうだな、その辺にいる人たちの話でも聞きながら待っててよ。子供っぽいけど、随分なんでしょう、段取りのいい。これ確かね、こう喋ってればいいみたいな、そんな。2階は寝室一緒に上がるという約束だ。もうそこまでね、そこまでなんか一緒にいたいんだったら一緒に取りに行けばよかったんだよ。お味噌汁さんこんばんは。はい、グッドラック、ありがとうございます。こんばんは。ニートさんこんばんは。はい、こんばんは、ありがとうございます。カスタムロボメインストーリーの方やっていきますね。まだ始まったばかりでね、第1ステージというところです。1階はイベントスペースやパーツ実体化サービスカウンター、2階は対戦ブースになっているんだ。なるほど。ん？お前確か転校生のひざまるじゃねえか。お前もロボを始めるのかよ。はい、まったくどいつもこいつも、こんなものどっこが面白いんだろうな。ふん、ここロボステーションなんだよね。なんで彼はここにいるんだ。ロボに興味あっているんじゃなくて、今のは早尾だね。なるほど、教えてくれてるんだ。早尾くんね、覚えときます。すごい悪ガキでこの辺じゃ有名だよね。でもカスタムロボはやってないと思ったけど、なんでこんなところにいたんだろう。僕も同じこと思いました、まったく。カスタムロボのパーツはボディ、右腕、左腕、背中、両足の5部位でできているんだ。これらを自由に組み合わせて自分だけのカスタムロボを作るんだよ。カスタムロボのプレイヤーをコマンダーと呼ぶなんてかっこいいよね。司令官って意味なんだってさ、知ってた？かっこいいね。君、ステーションに来るのは初めてかい？カスタムロボをやるならまずはここに来なくちゃね。それも一度だけじゃなく何度でも足を運んだ方がいいよ。新しい情報が手に入るからね。なるほど。この人に話してみる。ここでパーツデータを実体化します。データを持ってくれば同じパーツと交換してあげるよ。君はデータ持ってないんだね。バトルに勝ってデータを手に入れたらまたおいで。ね、ちょっとデータを集めなきゃいけない。男。おや、君は初めて見る顔だね。私はここの責任者、みんなからはキャップと呼ばれており、よろしくな。女。男とか女とか大丈夫ですか。時代が時代だからいいけど、私、サツキよろしくね。
虎にいるキャッシュさつきでいいのにな。キャップのアシスタントをしているの。あなた、いろんな人から話を聞いて回ってるようね。もう話忘れてる人はいない？情報はきちんと集めた方がいいわよ。ありがとう。男、うん、やはり守る君はすごい。カスタムロボ始まって以来の天才コマンダーだな。彼を打ち破ることのできるコマンダーなんて果たして現れるのだろうか。実況っぽいね。彼だけは名前が分かりませんでした。少年、3年連続ロボバトルチャンピオンのモアモルさんが公開の模範試合を行ってるんだ。これか、この人、確かこの人か。少年、バトル中で話しかけないでくれ。まあそれはそうだな。くっ、押されっぱなしだ。これ完全初見ってわけじゃないんですけど、とりあえず誰に話したらフラグが取れるかは覚えてません。少女、あ、この間転校してきたひざまるくんでしょ。私、ゆりえ、同じクラスなんだけどまだ覚えてないかな。もしかしたらひざまるくんもカスタムロボやるの？はい。本当？そうなんだ。あのね、私のお兄ちゃんもコマンダーなんだよ。今そこで試合してるの。私はコマンダーじゃないよ、応援できてるだけ。え、あ、帰ってきた。ひざまるはどこに行ったかな。ここです。係員がバトルに付き合ってくれるこの人、そうか、そうだね、押されっぱなしだね。確かに係員ってもうちょっと他に仕事はありそうだね。なんか他の係をしてそうな感じだけど。模擬試合やってるんだ。いや、ひざまる、待たせてごめんね。2階はフリーバトル用のスペースになってるんだ。早速行こうか。いろいろアドバイスしてあげるよ。あ、今日はチャンピオンの守さんが模範試合に来てるんだね。忘れてたよ。うん、見ていきたいけど、今日はひざまるにバトルを教えてあげる日だもんね。へへ。申し訳ない気持ち湧くんだけど、そういうこと言われると。すまんな、なんか。俺のために見たい試合我慢して、ね、くれるわけだし。じゃ、ルールを説明するね。うまく相手を攻撃してエネルギーをゼロにすればひざまるの勝ちだよ。操作はアナログスティック 3D スティックで移動、 A ボタンでガン攻撃。まずはこれだけ覚えてね。じゃあ適当に動き回って相手してあげるから僕を倒してごらん。かっこいいね。適当に動き回って相手してあげるから僕を倒してごらん。かっこよ。もう一回説明する？いや大丈夫。オーケー、飲み込みが早いね。それからもう一つだけ。バトルが始まると最初にキューブを打ち出しロボのキャノボットから現れるんだ。キャノボットの左側、赤い腕から打ち出されるのがひざまるのロボキューブだよ。打ち出されたキューブは地上転がって止まったところでロボに変形する。変形が終わったところで初めて攻撃ができる状態になるんだ。あの四角いのがロボットになるということですね。気まずいね。気まずいです。子供だからきっと。割とそのままの姿、しんいちくん、俺。ね、なんか上から目線な。こっちも教えてもらってる手前ね、言えないからね。確かに、ね、これが増えてくんですよね、このパーツが。パーツが増えてく。まずはチュートリアルですからね。まずはチュートリアルですから。そうそう、これこれこれ、このカラ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 ってやつね。動き回ってガンで攻撃ね。ちょ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 、うわー、熱い。このカラカラカラって音を聞いただけでもノスタルジックな気持ちになる人もいるでしょう。こんな一方的に、相手攻撃してくれない、しないでくれてるな。こんな体力1000多いかもね。大体操作は分かったかも。この移動とガン打ちだけはもう懐かしすぎて死にそう。もう多分ほんと世代の人は本当に、いやこれ僕ね、カスタムロボ2とか結構ね友達の家で流行ってましたけど、いや64世代の人多分ね、カスタムロボと
僕やってなかったんですけど、あの007とかめちゃくちゃ世代なんじゃないかな。パーフェクトね、何もしてこない相手をボコボコに、いやな、あのカラ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 って音がね、やっぱりへえ、ひざまる、なかなか筋がいいね。よし、もう一試合やってみようか。次は B ボタンのボム攻撃、 Z トリガーのホット攻撃も意識して使ってごらん。最初は戦法なんてわからなくても大丈夫、とにかくボタン押してみて。ただし爆風に巻き込まれるとダメージを受けるから気をつけてね。今度は僕も攻撃するから、攻めるばかりじゃなくて危ない時は逃げるんだよ。わかりました。よし、じゃあ行くよ。ボムと Z トリガーね、ボムと Z トリガーを、これ確かね、足が表面になった時が遅いんですよね、この開けるのがね。じゃあ B 使って、これがボムね、これがボムね、もうなんかこれがトリガーのやつ、なんだっけ、ボムじゃないやつ。結局ガンが一番使いやすい。シンプルなね、背景というか、これまたいいよね。今のゲームは何でも高画質だし、高解像度だけど、スイッチにいる人は結構多分年齢層的には僕ぐらいの年代の人近いから、それなり見慣れてると思うけど、若い人が見たらちょっとこのゲームどうなんだろうね。レトロゲー好きな若い子もたまにいるから、どういう気持ちなんだろう。僕が見るとやっぱ懐かしいってなるんですけど、若い人が見たら古いなーってなるのかな、やっぱり。うん、いい感じだね。その調子で続けてフリーバトルに挑戦してみるといいよ。ロボキューブを持っている子がいるでしょ、声をかければ大抵戦ってくれるよ。こういう人たちね、こういう人たちに、ん、君も僕と同じ初心者か。僕のロボプロパンは動きが遅い代わりに打たれ強いからね、そのつもりでかかってきな。さあ戦うかい。よし、勝負だ。キューブを打ち出す方向はスティックで自由に変えられるよ。それと着地して止まった時にどの面がどの面が上になるかで、変形完了までの時間が変わるんだ。頭が上なら一番早いけど、足だと最悪、頭が地面に刺さった状態から始まっちゃうんだ。あとね、変形している間スティックを素早く左右に倒せば早く起き上がることができるよ。わかりました。ごっつぁんボイスね、ちょっとなんかがたい良かったからね、この人ね。力士じゃん、もう男の子って言ってけど、結構勇ましいけどね、今でも男の子ね。ついて、まあ小学生ぐらいですか、きっとね。どの面ね、文脈で言ったら面なんですけど、ね、ももさんこんばんは、初代カスタムリオですね。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。僕はちょっと RTA とかから見ると多分すごく手際はあれですけど、まずはとか通常プレイで、ね、楽しんでいくと思います。まずやっぱり、ね、初代をね履修して、僕が友達の家でやってたのはおそらく2なんですけど、待って、めちゃボコボコにされたボコボコにされてない。このゲーム普通に戦闘難しいんだよな。ちょっとボムでちまちまやるか。
打たれ強いんだもんね、こいつは。玉ねぎガリさん、グッドラック、ありがとうございます。こんばんは。今日は初代カスタムロボストーリーモードを1からやってみます。いいね。まあ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 、多分ここはまだね、あのチュートリアルの範囲なんで、この辺でね、若干危なかったけど若干危なかったけども、チキショーは結構感情的だった。この子、お前初心者だと思ったら結構やるな。あ、でも結構気持ちのいい性格かも。相手を褒めることも忘れない。最近始めたばかりなんだ、お手柔らかに。ん、君のロボは僕の趣味と似たタイプらしいね。でも僕の方が移動力が落ちる代わりに耐久力が高いようだね。そのつもりでかかってきな。さあ戦うかい。よし、勝負だ。今度は R トリガーボタンのジャンプも使ってごらん。キャンチャカチャンチャンチャチャ。この頃からね、もう20年以上前、あれ20、あれ何年前、これ20年以上前のね、このゲームで。小梅の先は C って何？C って何？アタックね。プロコンに C ないけど。渋。待って。渋いな。ワイルドソルジャー型シュミット。眠ってる間に推理しそうだな、なんか顔つきが。結構勇ましいですね。でも相手は小学生だよね、きっと。イケオジ。結構強そう、なんか本当に俊敏な感じがしたね。え、この音がね、やっぱ気持ちいいんですよね。カラカラカラ。ジャンプね、ジャンプ。これがジャンプね。待って、今アタック出た。どうやって出した？今これか、これか。オッケーオッケーオッケー。グッ、やばいやばい。ダウン、ダウン、リブ。ダウンの後にちょっと無敵時間が発生するね。とアタックで、アタックで攻めたいんですけど。なるほど、床にダウンした後にちょっと無敵時間が。いいね、アタック結構攻撃力高い。死体打ちが死体打ちがすごい。いや、なんか懐かしさも相まって おもろいですね。スピードポットのデータを入手。実体化サービスカウンターで実体と交換できます。で、このデータ集めて実体化させるっていうね。うん、やられた。だいぶ慣れてきたみたいだね、ひざまる。あ、そうだ、次は公園に行こうか。多分カリンが来てると思うんだ。紹介するよ。じゃあ僕は1階で待ってるからね。カリン、カリンね。はい、ありがとうございます。まあサクサク行くために公園に行こうか。じゃあとりあえずちょっと実体化おじさんに話しかけてみるか。スピードボットを実体化しました。はい、またおいで。ありがとうございます。公園ね。なんかどんよりしてない？全体的に曇ってんのかな。外どんより気味だよちょっとね。ルージーさん、グッドラック、グッドラック。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。今日は懐かしのカスタムロボを
シナリオモード1からやっております。ほら、あそこでバトルしてるのがカリンだよ。手前の子だろうね。キャー、カリンの勝ちだ、すごい。カリン、かっこいい。ふう、また負けた。ダメだ、カリンちゃんにはとてもかなわないよ。カリン、私のことちゃん付けするのやめてって言ったでしょ。私その呼ばれ方嫌いなの。キャッ、ごめんよ。う、また出直してきます。後ろにいる少年気にならないか。まずカリン、向かうところ敵なしって感じだよね。へへん、私男の子なんかに絶対負けないもん。なるほどね、ちょっとワンパク系。おい、カリン。よっ、しんちゃんじゃない。しんちゃんにはちゃん付けするのね。でもん、隣の子誰だっけ、見かけない子だけど。ああ、紹介するね、いとこのひざまるだよ。ああ、その子ね、最近隣のクラスに転校してきたしんちゃんのいとこって。あたしカリン、よろしくね。聞いてるかもしんないけど、しんちゃんとは幼なじみなんだ。あのね、仲いい。ねえ、聞いてよカリン、ひざまるもロボやるんだよ。まだ今日始めたばかりだけどね。へえ、そうなんだ、面白い。あたしが相手してあげるよ、カモン。あ、かなりコミュ強というか。大丈夫、初心者相手に本気出すほど野暮じゃないよ。手抜いてやるって。さ、準備 OK なら始めるよ。なんかかっこいいね。ひざまる、さっきステーションでパーツを実体化したよね。あ、しましたしました。あのパーツは次のバトルからすぐに使うことができるんだよ。バトル前にカスタマイズ画面を開いてごらん。試し打ちという項目で新しいパーツを試すこともできるよ。それと操作方法を忘れたときはバトル中にスタートボタンを押せば説明が見られるからね。ありがとう。エアリアルビューティー型フレア、エアリアルビューティー型、名前かっこいいな。結構顔とかまばたきとかちゃんと昔のゲームにしては書き込まれてるね。じゃあちょっと実体化したやつなんだっけ、これか。スピードポット、スピードポットを試し打ちしますか。強いかどうかがまだ俺にはちょっと判断しかねるけど、うわ、64のコントローラーだ。なんか嬉しいね、64のコントローラー見ると。じゃあちょっとこれでやってみますね。もしね、有識者の方でね、途中でおすすめの武器とか出てきたら全然僕に教えてもらっていいですから。水野さん、それ使ったら勝てますよみたいな。これ直前、なるべく敵の遠くでさ着地したいのに、なんか急に敵がさこっちの近くで実体化しようとしてくることはあるあるなんで、そこの読み合いなんですけど。はいはいはい、空中を飛べるのがね、かっこいいんですよ、子供の頃ね。多分今のゲームだとね、空中飛ぶぐらいのことは よくあるかもしれない。このシステムが当時はね、画期的だった記憶が。やばい、苦戦してるんだけど。え、何その回転アタック、エアリアルビューティー型にしかなせない技か、それは。待って、押されてるんだけど。まずいまずい。あ、でもタックルが強い。タックルが強いおかげでなんとかなってる。危ねえ。結構危なかったかも。この時点で3割まで削られてるって僕、このゲーム、センス大丈夫ですか、これ。ボブさんさんさん、こんばんは。ありがとうございます。今日はカスタムロボ、あ、スリーウェイガン、カスタムロボのね、初代カスタムロボのストーリーモードやってます。
スリーウェイエガーって今使ってたやつだよね、きっとね。ふーん、あんた筋が良さそうね。本当に始めたばかりだろ。実はね、やったことあるんですよ。すみません。カリンさんにちょっと見透かされてる可能性があるよ、これ。もうすぐ市民ホールで大会があるんだよ。あんたも力試しに参加してみたら。もうちょい練習したら結構いいとこ行くかもよ。あ、それがいいよ、ひさまる。僕も参加するからさ。さて、今日は覚えることも多くてひざまるも疲れたでしょ。時間も遅いし、今日はもう帰ろうよ。お上手、ありがとうございます。ありがとうございます。カラスが鳴くから帰ろうね。目めっちゃ開いてない？あ、閉じた。あ、描写結構細かいね。ちゃんと目の開け閉じも。実はね、友達の家でちょっと対戦したりとかもねしてたんで、うろ覚えながらも操作ね、ある程度実は覚えてるって感じで、その辺はサクサクいくかもね。パソコン持ってんの？僕が子供の頃だったら一人部屋にパソコン持ってるってめちゃくちゃ贅沢というかね。しかもこの薄さノート PC じゃない？この時代で、この時代でって皆さん多分ね、あの、分かる人しか分かんないと思うんですけど、この時代でノート PC が自分の部屋にあるって相当すごい。フロッピーディスクとかの時代だと思うから。あ、そこまでじゃないか。ノート PC ってそもそも存在したっけ。お、なんかでかいアイスのみたいな枕。思えばさ、このテレビもさ、この分厚さ時代感じるんですよね。なんか懐かしいな。いや、もっと分厚かったかも。でも僕が子供の頃、もうちょっとなんなら奥行きの方が分厚いみたいなこともあったから、結構薄型ででかいかもね。俺の部屋とリビングしかない、この家。俺の部屋とリビングしかない。なんかなけなしの部屋。ありがとうな、なんか両親に感謝しないとね。これロボが対戦してる世界ですか。確かにね、画期的なね。そりゃ電化製品もね、そりゃね、薄型だったりとか。今日もロボバトルに行くの？遅くなったら新一くんと一緒に帰ってきなさいね。なるほど、これお父さんね。お父さんちょっとご年配の方だよね。ちょっとね、ひざまるがどこに行くつもりか当ててやろうか。ズバリステーションだろ。ロボもらったばかりで当然だろな。ははは、さすがお見通しですね。あの、独特な家でいいね。水回りもありません、自宅には。この2階建ての2階の部屋全部僕の部屋なんですよ、あれ多分。2階の部屋だってこれ1階より狭いもんね、間取り的に。間取りってね、よくできてる。あれ、ステーションに行くんだっけね。いやでもね、ほんと当時のゲームにしてはすごい、この限られた容量の中ですごくよくできてますよね。本当にドット絵だけど立体的に見えるっていう、このなんだろう、これよくできてる。やっぱり64に進化したから。あれ、ステーションに来たけど、2階これ。あんなにでかいだよ。そう、テレビクソでかいよね。いいところのあれかも、このいいところのお家。あ、そうだ、早送んだこの人。そうそうそう、公演の時もいたよね。ふん、ここ何日かで見たけど、カスタムロボなんて全然大したことない。ゲーム、大したゲームじゃないだろ。いや、そんなことないっすよ。結構おもろいぞ、カスタムロボは。あんたね、遊びもせずに勝手なこと言うんじゃないわよ。いいぜ、ロボを始めてやるよ。いや、誰も頼んでないから。誰も頼んでないよ、そんな。本当は始めたかったのかも。そう思ったら可愛いかもね、この子ね。始める口実欲しかったんだ、きっと。お前らなんかすぐに任してやる。あ、はやおくん、こんにちは。ガチ恋距離で話します。ふん、ちょっとすかした感じの子なんだね。そのうち仲良くなれそう。あ、ゆれちゃんはもうひざまると話したっけ。うん、この間ここの1階で会ったよ。この人のお兄ちゃんがどうのこうのって言ってたね、この人は。ひざまるくんもロボ始めたんだよね。ゆれちゃん、今はやおとすれ違ったけど何か言われなかった？うん、別に。なんかふんって言われただけだもんね。でもはやおくん最近よくここに来てるよね。彼もロボを始めるらしいよ。あんなやつ目じゃないよ。
近い将来チャンピオンに挑戦するのはこのカリン様なのさ。いくらカリンでもお兄ちゃんには勝てないよ。だって守るお兄ちゃんは無敵のチャンピオンだもんでしょ。まったくゆりえちゃんのその昼聞き飽きたよ。結構ギスギスしてるギスギスしてるかもな。まあ見てなって、今年のグレードロボカップこそ守さんの挑戦権をもらうよ。カリンは気が早いな。ロボカップはまだまだ先だよ。それよりみんな、今日は学校の校庭開放日だよね。向こうでバトルしようよ。あそこのデッキね、新しいロセウムのデータがインストールされてるらしいんだ。ああいいね、ゆるえちゃんも一緒に来るでしょ。ごめんね、私今日はあまり体の調子が良くないから帰る。そう、大丈夫、ちょっと体調悪いんだね、か弱い感じだ。じゃあ行こっか。でもカリンさんと、ちゃん付けしたら怒られるからね、とっさに3にした。カリンさんとの対比のキャラですね。よう、カリン、俺たちと勝負だ。今日こそ負けないぜ。またあんたたち懲りないわね。いいよ、相手してあげる。楽しそうですね、なんか。というわけで、私はこっちを片付けていくからね。先行ってて。カリンは大人気だからね。引っ張りだこなんだよ。じゃあ、ひざまる、僕らは先に学校に行ってようよ。学校ね。チェリタさん、グッドラック。ありがとうございます。こんばんは。あ、行ったっけ？ちょっとなんか記憶が曖昧になってしまいました。今日はカスタムロボをやっております。で、父母が どこで寝てるんだろうね。リビングで寝てるのかもね。あのふかふかの絨毯でリビングで寝てる説が。子供優先。いや、リヒト君、こんにちは。調子はどう？ん？ああ、新一か。今日はカリンと一緒じゃないんだな。僕はどうもあの子は苦手でね。よかったらひざまるのバトルの相手をしてあげてよ。最近始めたばかりなんだけど結構筋がいいんだよ。今度の市民大会に出場するのかい？うん。だからいろんな人とのバトルを経験した方がいいと思って。ふう。でもね、初心者なんだろ。僕も暇じゃないんでね。そうだな、せめてそこにいる3人に勝てたら力を認めてやってもいいよ。僕の見たところみんな大した腕じゃない。あのくらいには勝てないとね。なるほど、なかなかいいご身分かもしれないですねリート君リート君なんかそんな感じな顔してたよね。ひざまる、いいチャンスだよ、頑張って。オッケー、じゃあ一人一人ね。俺のロボは銀髪の沖縄かな、銀髪の沖縄。老人型ロボの渋さが分かるやつとしか戦わないぜ。地上の腕はかなり遅いが空中制御能力は抜群。甘く見ない方がいいぞ。じゃあ俺と戦うかい。よし、勝負だ。 R の、あ、長押しすると高いジャンプになるんだ。そう、なんか思ったよりなんかあれだな、尖ってました、カクカクしてた。あ、でもなんかこうファニーオールドマン型、結構ファニーっていうわにイケメンだけどね。金髪の大きな渋いイケオジみたいな、結構ハンサムだなと思ったんですけど、ファニーオールドメン型。カラクリサーカスの作画もうカクカクぐらいいい。でもこのモデリングするのに独特の、待って待って、 いつまで寝てるんだ。これだ、空中制御能力が高いんだもんな。ほんとだ、なんかすごく、お空に近いというか、そういう決め方してるのかな。お空に近いから、ご高齢でお空に近いみたいな、そういう、なんか昔のゲームってちょっとさ、なんか風刺聞いてることとかさ、なんかちょっと
っと暗くめなジョークとか入れたりするから、あながちありえなくないんだよな。僕の時代、僕の世代の人は多分分かると思う。なんかポケモンとかもそれこそね、そうだけど、ちょっとなんかそういう設定とかそういうもじり方することあるから、あながちありえなくはないんだよな。はい、体当たり。うさじさんこんばんは。神ゲーやってます。ありがとうございます。神ゲーと名高い。いや、カスタムロボは多分64の中でも本当有数のね、レフトシュートボム H をゲット。カラクリサーカスどんなんだかちょっと思い出すために調べたけど、本当にカラクリサーカスだの。顎とかが、うう、今日は不調だぜ。調子はあるからね。僕も今日お腹の調子悪いんで、もしかしたら頻繁にトイレに行こう。僕のロボはキーンヘッド。忍者のような素早い空中ダッシュに驚くなよ。じゃあ僕と戦うかい。じゃあやろうか。ロボは一度動きを止めると走り始めは加速に時間かかるから気をつけてね。ほっそほっそ。待って、今までそれなりにかっこいいと思ったけど、なんかこいつだけ急になすびみたいだな。いやかっこいいっちゃかっこいいんだけど、急になすびみたい。トリックフライヤー型キンヘッド。あ、キンヘッドだから頭がこう尖ってんのか。あ、確かにな。ね、このナスビみたいなね。任天堂いつの時代もちょっと黒い部分ある。そうなんですよ、ちょっと黒い部分あったりするんで。いつだったかな、ポケモンで結構ブラック企業に勤めてるみたいな、まあ、沈没船みたいな感じだったと思うけど、沈没はしないかな。なんかでも船になんかブラック企業に勤めてる社員の書き残しみたいな。わあ、あれオメガルビー、あれパスパイアでも、もうこれからしたらオメガルビーアルファサファイアって結構最近のゲームなんだよな。まあでもあれももう10年以上前だもんな。まあ今ね、20年以上前のゲームやってるから、オメガルビーアルファサファイアすごい最近な気がしちゃってたけど、もうだいぶ昔だもんな。ルビーサファイアをリアタイしてた俺からしたら、オメガルビーアルファサファイアも最近のゲームだ。空中から襲いかかった方がいいのか、こうやって。おっと、やば。タックルはちょっと後隙があるから、対応禁止か。うわぁ。なるほどね、そうだ、無敵時間か。オッケーオッケー、まあ。まだ多分チュートリアルの範疇だからね。フェイントポットのデータを入手。もうなんか一試合一試合手に入るのかも。これめちゃくちゃ増えるかもね。脇で見てるリフトのチェックが気になってやりにくいな。私のロボはピコっていうの、とっても可愛いのよ。どんな攻撃を受けても一発でダウンしちゃうのが欠点だけど、それを補う翼があるわ。めっちゃ手の内明かしてくれるな。ブリーチのキャラみたいな感じで、Bボタンを押したままにしてスティックを動かすとボムを落とす位置が変えられる。すげえ大事なことを今教えてくれた。そうなんだ、結構それ大事だったかも。あ、私可愛らしい、こういう可愛らしいロボもいると。うわ、足だ。あ、お互い足だ。ここのランダム要素も友達とやってる時とかに、うわーとか言って、足からだとか言って騒いだり、そのね、楽しい要素。あ、本当だ、ボムの位置変えられるのか。あ、でも俺そんな余裕ないかも。一発でダウンされるの逆にやりにくいかも。相手の無敵時間が
が、まず、待って、劣勢。ゴムを俺あんま使えないかも。ちょっと互角な勝負してるな。確かに相手素早いな。ちょっとちょっと入った。さっき使ってたスリーウェイガン、さっき何ちゃんだっけ、カノンとかいう、お、やられた時の表情も違うんだね。結構ちゃんとしっかり書き込まれてる。よくできてるな。スタンダードポットのデータ入手。一戦一戦新しいの手に入る。うん、君結構やるね。あ、待って、いい家にしちゃった。まあいいか。君なかなかやるね。大会前にチェックできてラッキーだったよ。じゃあね、バイバイ。え、参照したらひざまると戦うって。はあ、いやだな。僕は力を認めてやってもいいと言ったんだよ。戦ってやるなんて一度も言ってないだろ。ひひ。ほら見てたよ、リヒト。あんた約束を守りなさいよ。僕は戦ってやるなんて一度も言った覚えはないよ。へりくつ言うな。おー、ひざまるしんちゃん、こっちこっち。とっ捕まえてやったわよ。やったよ、ひざまる。バトルの約束してたんでしょ。うー、わかった、わかったよ。戦えばいいんだろ。まったく、いつもながら強引だな、君は。そういや、あんたガトリングガン持ってるって聞いたわよ。逃げようとした代わりにそれ使って戦いなよ。え、何を言ってるんだ。あれは市民大火のための秘密兵器だ。こんなところで人に見せるわけにはいかないね。あ、結構いい武器持ってんだ。ケチケチしないで見せなさいよ。戦うまで返さないからね。くっ、仕方ない。それじゃ負けた時のパーツデータの転送はオフにさせてもらうぞ。しょうがないわね。それくらいの条件なら飲んでやってもいいわ。勝った相手のデータをもらえるっていうね。あ、ひざまるはこのルールを知らないんじゃないかな。バトルした時に勝者が敗者のパーツデータをもらえるのはもう知ってるよね。でもコロセウムのデータ転送機能をあらかじめ切っておくこともできるんだよ。その時はバトルで勝ってもパーツデータはもらえないんだ。それじゃあすぐにでも始めようじゃないか。準備ができたらコロセウムデッキの前に立ってくれたまえ。準備は顔楽しそうじゃん。いいじゃん、楽しそうな顔なったじゃん。よし、行くぞ。リトルレイダー型ドレイク。ちょっとカスタマイズ、あ、でもそっか、新しいの実体化してないからないか。そりゃそれなりに強いんだよね。あれだけ大口叩いたわけだし。第一ボスみたいな感じだね。ちょっと空中から襲いかかる感じでゆっくりと距離詰めていこう。うわうわうわ、待って待って、それがガトリングガンか。うわ、相手ちょっと動き早くて弾当たんないんだけど、どうしたものか。他の攻撃方法で距離詰めたりだっ。あ、全然当たんない。まず、いや、でも体力的にはギリ勝ってる。うわー、まず
めちゃくちゃちょっと接戦になっちゃってる。ちょっとこっちも距離取りつつだな。相手の方がでも速いから相手走ってたら全部かわしてくるな普通に。やば、逆転されたな。体当たりだ、体当たりで攻めよう。うわーばばば、まずまずまず。こっち一発ぐらいしか当たんないな。ちょっと遮蔽物で、遮蔽物でちょっと身を隠しつつ。うわーちょっと負けたくない。なるほど、ぬ無敵時間か。くっ、やばい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 。こっちの後隙に打ってくるな。でもこっちから攻めに行かないと。あれ自爆したのか。あれはこっちから攻めに行かないと勝負つかないしな。かつて向こうこっちが撃つまで撃ってこないんだよな。ちまちまとちまちま戦いやがって。俺が撃った後隙に撃ってくるつもりだもんあいつ。これまでガトリングガン、うわ撃ってきた。ちょっと待って、裏切られた。めちゃくちゃ焦ってる。うわ全部かわされた。あーまずいまずい。いや焦ったら負け、焦ったら負け、焦ったら負け。うわばばばばば。リヒト君に負けたくなかった。なんかリヒト君に負けたくなかった。もう一回やってくれたりしない？くー。悔しいな。大丈夫この段階でボロ負け。例えばカスタムロボって射撃とボム、射撃ボムホットと体当たりみたいな感じですね。ちょポットがあるんですけど、ポットはあんまりうまく、ボムとポットあんまりうまく使えないですよね。ちょっとボムで牽制しつつ、ポットもこうやって巻いてみる。わあやばいやばいやばい。待って、前段ヒット急に前衛的になるのやめてほしい。いや全然当たんないけど弾。多分これポットとかボムで相手を追い詰めつつガンを打つみたいな感じなきゃダメなんだよ本当は。このゲームむずくね。全部走ってかわされる。近づいちゃおう。でも相手にもガトリングガンで相手に先に撃たれたら終わるんだよな、あんまり近づいたら。もうこいつは肉弾戦だ、肉弾戦。意外とガン打ってこないから相手。もうめちゃくちゃ近づいてガン打ったろ。うわ相打ちか。またの体当たりまで入れていって、はい、オッケーオッケー、一旦空中に逃げよう。うわ無敵時間中か。なあやめて、そのガトリングガン。バババババ、結構射程も上位互換になってない？そんなことない。ガトリングガン強いな。こっちのガンなんか遅いからかわされちゃうし。あでも射程は長いのか。いやでも全部走ってかわされちゃってるこれ。え、本当にこれチュートリアルキャラだよね。なんか全然普通に撃ってるだけじゃ全然当たらないんだよ。
もう1セット攻撃当てれば。うわっ、やばい、相手が覚醒したら負ける。うわっ、まずい、危ねえ。ちょっといや、やばいって、この時点でこんな接戦はやばいって。クリアできないよ、今日どれくらいまで進捗するかな、このペースで。ふう、なかなかやるね。これで満足したかな。じゃあね、またいずれ戦うことになるでしょうね。リヒトのやつ、本気じゃなかったんだ。ちょっとしんどかったかも。手の内を見せたくなかったんだね。それで転送オフなんてルールを言い出したんだ。手抜きができて、しかもガトリングガンのデータをヒザマルに渡さなくていいんだからね。まったくリヒトのやつ。ヒザマル、こんなんじゃ練習したりないんじゃない？そうだ、私が適当に特訓相手を揃えておいてあげるよ。あんた、練習を続ければかなり伸びると思う。どんどんバトルした方がいいよ。じゃ、明日は公園に来てね。私、早めに行って場所取りしておくよ。新一、今日はこんなところでお開きだね。ヒザマル、そろそろ帰ろうか。よかった、僕もお腹ペコペコさ。結構長く付き合ってくれてたんだ。毎回これに着替える動作がちゃんと入るね、細かいね。仕事場に向かう橋が工事中で不便だったけど、明日には終わりそうで一安心ね。あ、そうなんだ。お母さんも働いてらっしゃると。公園で場所取りしてるって言ったよね。公園で、いた。あ、ひざまる、ごめん、まだメンバーが揃ってないんだ。もうすぐ来ると思うから、しんちゃんを呼んできてくれない？多分ステーションにいるよ。 OK？ ロボステね、ロボステ。あ、せっかくだから実体化しとくか。スリーウェイガン、レフトシュートボム、フェイントポット、スタンダードポット。 OK？しんちゃん探します。あ、ひざまる、はやおくんがバトルの相手をしろって話してくれないんだ。ひざまるやカニと約束があるから今はダメって言ってるの。あ、ひざまるじゃねえか。よし、お前だ、お前、俺の相手をしろ。結構ハマってるみたいね、ロボバトル。だからひざまるも約束があるんだよ。あー、そうかよ、じゃあいいよ。ヤオくんって本当自分勝手なんだ。困ったやつだな。あ、それより早くカリンのところに行こうよ。公園でしょ。全然ね。じゃあヤオくんも来るかいって。まあでもあれか、そんなに嫌われてんの。それでもね、ヤオくんも来るかいってなりそうなもんだけど。準備できてる。後ろにいるのがバトルの練習相手だよ。今日は300本バトルぐらいでどう？終わるまで返さないかんね。かかり、300本はちょっと。あ、そう、じゃあ3人だから3本にしとこうか。お、良心的だった。今日は特別にホロセームのデータも交換しておいてあげたかんね。頑張って。ひざまる、今回も僕がワンポイントアドバイスをしてあげるよ。私、彼に憧れてコマンダーになったんだよ。というわけで、私とバトルする？結構あれかも、バトル多いかもね。ダウンにも要注意だよ。強力な攻撃を受けたり、短い時間で連続ダメージを受けるとダウンしちゃうんだ。ダウン中は何もできないから、やられ放題になっちゃうんだ。でもその彼、起き上がった直後はしばらく無敵状態になるよ。セクシースタミナ、セクシースタンナー型、エイミー。確かになかなか攻めたモデル。スリーウェイガーにしますか。で、ボムはレフトシュートボムしてみましょう。で、
サンダルポッド、フェイン。初心者マークとそうじゃないのにどう違うんだろう、これ。初心者マークついてないのが強そうだから、スタンダードポッドにしようか。ちょっとガンの使い心地が変わるから、もしかしたら逆に。逆にやりにくい説は。もうなんかポップな感じで可愛らしいステージ。なるほど、相手のスリーウェイガン結構弾速速いから当てやすいかも。レフトシュートボックが今った。レフトシュートだから左から巻くようにいく感じか。なるほどね、リフトが強すぎたのかな。リフトが強すぎたせいで楽なバトルとか。この武器が強いのか。随分と戦いやすかったけども、ストレートボム G のデータを手に入れた。 G というのはグレート。君結構うまいじゃない。カリンは強引だから頼まれると嫌とは言えなくてね。そこが彼女の魅力なんだけどね。ポッ、それじゃあ僕とバトルする。完全に惚れてんな。それじゃあやろうか。ポッと打つときは発射方向をよく考えてね。一個ずつ違った方向に打ち出して両側から相手を挟み込むように使うんだ。いやむず。特にホルセウムの四つ角コーナーに追い込んで使うと効果的だよ。ファッティーバイス。ファッティーって太ったっていうかな。バイスってなんだろう。さっきもいたね、この男の子。てんてんてん。メグさんこんばんは。はい、フルボイス助かる。ありがとうございます。なるべく会話は読んでいきます。もしかしたらね、ちょっとスマホとかで見てる場合、文字が潰れて配信画面レイアウト的にね、ちょっと画面もちょっと小さめだしね、なるべく読んでいきたいと。なるべく皆さんがもどかしくならないように、早めのお得意の早口でね、読んでいきたいと思います。うわっ、待って、なんか絶対に当たったら死にそうな爆弾を置いてきたんだけど。だだだだだ、なんだろう、ボムなのかボットなのかもわかんないけど、やばい、リアルタスキで耐えてきた。え、勝ったんだね。なんか負けたかのようなタイミングで。ガトリングガンのデータを入手。やった。スピードポッド D のデータを入手。実体化サービスカウンターで実体と交換できます。その調子なら大会でもいいとこ行けるかもよ。ありがとうございます。カリンに連れてこられたんだよ。負けたら何でも言うこと聞くって約束だったんでね。とほほ。さて、俺とバトルするかい。よし、勝負だ。不用意に広いところに飛び出しちゃダメだよ。壁の後ろに隠れて弾を避けたり、相手の隙を伺う癖をつけるんだ。戦術も教えてくれるね。リトルレイダー型ディッキー。小さいやつは結構素早い傾向にあるからな。キャリーによってちょっと読み方書いてるの。あの大柄な男の子だけです、基本的に。大柄な男の子だけ、いやーみたいな。
僕の偏見で、みんなね大きい方は思ってるとは限らないの。ゲンタクみたいな国からね、うわーすげーって、だいたい映画の第一声はゲンタクのうわーすげーから始まるから、コナンの映画は。はいはい、その素早さを使わせないうちに、スリーウェイ感いい、かっこいいし、ダンスも速いし。でもボムとポット一切使ってない。ポットとかに慣れていかないとな。あ、そうか、ポットは本当だ、なんかこの主人公が向いてる向きに行って打つんだね。さっきから主なダメージソースタックルなんだけど、俺合ってる遊び方。タックルが一番でもダメージ効率いいような気がしちゃうんだけど、距離さえ詰められればタックルって結構相手ボムの置き方とか上手だな。スリーウェイが威力低いかも、当てやすい代わりに。まあそれトレードオフになってんだな。安村さんこんばんは。ありがとうございます。今日はカスタムロボの通常プレイしております。スタンダードボム F のデータを入手、ウォールポットのデータを入手、実体化サービスカウンターと実体で交換できます。ありがとうございます。カリンが見込んだだけあってやるなお前。イザマル、ずいぶん上達したね。最初の頃とは動きが違うよ。明日の大会は油断できないね。余計な強敵を作っちゃったかな。なんだお前ら、こっそり市民大会のために練習かよ。やいイザマル、俺とも勝負しろよ。お前もロボを始めたばかりなんだろ。イザマルはあんたなんかよりずっと上手よ。うるせえ、俺は膝丸に聞いてるんだ。やるのかやらねえのか。そんな喧嘩腰にならなくても膝丸相手してやればいいよ。さあ俺と勝負しろ。はい、よし行くぜ。シャイニングファイター型ソル、めっちゃかっこいいな。シャイニングファイター型輝く戦士、この年代の子供が喜ぶ、ちゃんとねネーミングセンスも。あ、頭からだ、ラッキー。あ、相手足からか、相当有利取れるぞ。一発が重たいね。ボム食らったらちょっと重たいな。あとスリーウェイガーでちょっと うまいね。次これ、この子は主人公のライバル的立ち位置だよね。そりゃそう考えたらそれなりに上手か。はいはいはい、膝丸の方が上手よ。やっぱり現状膝丸の方が上手よ。あ、でも待って、結構焦ってるかも。はいはいはい、いいっすね、完璧。ふん、お前なんかちょっと先に始めた分うまいだけじゃねえか。カブトプスみたいで可愛いな後ろ姿。もうちょっと素直になれないもんかね、あいつ。さてと、膝丸、特訓も終えたし明日に備えて今日は早く帰ろうよ。はい、明日は一緒に市民大会に行こうね。可愛らしい、しんちくん。
市民大会ね。そしたら、あれ、お母さんいないね。おはよう、ひざまる。おはようございます、おじさん。さあ、ひざまる、挨拶ぐらい返してやってくれよ。新聞を置いてくれ。さあ、ひざまる、大会会場まで一緒に行こうよ。トニー、市民ホールへレッツゴー。市民ホールで大会って言ってたね。ついでにママの仕事までお使いを頼まれてくれないか。パパお手製のアイフー弁当をママに届けてほしいんだ。あ、パパの方が主婦でいらっしゃるのかな。おお、頼まれてくれるか。じゃあこれ持って行ってくれ。ゼマルはお弁当を受け取った。ママのメディカルセンターは橋渡ってすぐのところ頼んだよ。これパパに話しかけてなかったらこのフラグ拾えなかったってこと。橋渡ってすぐって言ってた。橋渡るようになってますね。まずはメディカルセンターの用事を済ませちゃおうね。大会はそれからでも十分間に合うよ。新一くんね、マネジメント能力高いさ。あら、伊沢丸くんと新一くん、なんでこんなところに。伊沢丸のママがここで働いてるんだ。今日は届け物があってきたんだよ。伊沢丸くんのママが。そうなんだ。ふーん。ゆりえちゃんこそどうしたの。なんで今の反応。私、体が弱いでしょ。ずっとここに通院してるの。あ、そうだ、ひざまるくんにはまだちゃんと紹介したことなかったね。守るお兄ちゃんよ。いや、はじめまして。いつもゆれと仲良くしてくれてありがとう。あのね、お兄ちゃん、しんいちくんと一緒でひざまるくんもコマンダーなんだよ。そうなんだ、二人とも頑張れよ。コマンダーの道は険しいぞ。あは、それじゃあ私たち帰るね。二人ともさようなら。なかなか生かした髪型師だね。ね、パパのお弁当優しいね。パパがお弁当作ってくれてるの、手作りの。さあ、ひざまる、早くおばさんのところ行こうよ。看護婦、ここはメディカルセンターよ。看護婦ってなんかちょっと時代感じるね。病気の人たちのためにいろんな治療法を研究してる施設なの。あ、研究施設でもあるんだ。こっから庭に出られるわよ。誰でも出入りは自由よ。だ、職員、ふわーいい気持ち。ここは日向ぼっこに持ってこいだな。あんまり日当たりがいいもんで、野良猫が来ては居眠りしてるほどさ。あーは、中庭も完備か。あ、こっちはダメなんだね。ワリさん、こんばんは。わ、ありがとうございます。今日はカスタムロボをやっております。ここか、ここか。ああ、忙しい忙しい。何が白衣の天使よ。そんな美しいものじゃないわ。でもまあ、好きでやってるんだけどね。大変だけど充実してるわ。一応夢も奪わないっていう。いや、看護師さんってほんと大変な仕事だからね。うん。まあ、忙しいですよ。あら、ひざまる、わざわざお弁当届けてくれたのね。ありがとう。今、患者さんが帰ったところでちょうどよかったわ。あ、そうだわ、紹介するわね。こちらは穂村さん。私の助手を務めてくださってるのは穂村さん。はじめまして、助手の穂村です。伊沢丸くんと言ったね。君のママはすごく優秀な研究者なんだぞ。伊沢丸、新一くん、これからロボットの大会なんでしょ。早く行かないと遅れちゃうわよ。お弁当ありがとうね。さあ、頑張ってきなさい。穂村さん、なんかすごい優しい感じのね、ポケモンの理科系の男みたいな。ん？ここは薬や医療機材の倉庫だよ。入ってきちゃダメだよ。まあ、確かに。あんまりうろついてたらよくないね。じゃ、サクッと大会の方に。さあ、用事も済ませし、早く市民ホールに行こう。ほら、すぐそこに見えてるよ。これか。申し込みはひざまるの分もバッチリ済ませてあるよ。段取りがいい。あとはこの参加チケットを。あれあれれれ、ごめんひざまる、チケットを家に忘れてきたよ。お急ぎで取ってくるよ。ちょっとだけ待ってて。
あ、またじゃあ待ってるってことね。この選手受付っていう受付のなんかピクセルめっちゃ高くない？すごく読みやすいんだけど、字が。ふん、ひざまるかよ、昨日はやってくれたな。今日は痛い目見せてやるぜ。斜めに走ってた。あれ、しんちゃんと一緒じゃないの？チケット忘れてきた？いつものことね。しんちゃん成績は、あ、飛ばしちゃった。そうそう、ひざまるは会うの初めてだったよね。紹介するよ、兄貴のあきらよ。いや、初めまして。妹がいつもお世話になってるで。兄貴はね、ロボティクスマガジン、通称ロボマガって雑誌で記者をやってたんだよ。やってんだよ。あ、ロボット工学に関係あることなら何でも取材してるんだ。今日も取材できたんだよ。ロボバトルは今や注目の的だからね。さてと、じゃあひざまる、私先に試合会場入りしてるね。試合会場入りってなんか言われる言葉っぽいけど、今から会場入りするっていう。ひー、はあ、ふう、思いっきり走ってきたからヘドヘドだよ、ぜーぜー。あ、はい、ひざまるチケットだよ。参加チケットを手に入れた。さあ、これで参加できるね。参加者控室は奥のドアだよ。兄貴が俺のも何だけど、カリンのバトルの腕も大したものだよな。でもあいつの戦い方は血とおしとやかさに欠けるけれどね。あはは。はい、参加チケット確かに受け取りました。開始時間まで中で待っててね。あ、リヒト。おや、ひざまるくんにしんちくんか。こんなギリギリに来るなんて余裕だね。ひざまるくん、君ガトリングガンは手に入れてないんだろ？ガトリングガン実体化してないけど、まあでもはいか。うん、うん、そうか、それは大変だね。ま、せいぜい頑張りたまえ。あと追ってやるかさ。あ、だだだダメか、そうかそうか、感情を落ち着かせるか。ふかし、なんだなんだ、いかにも素人でございって坊やが来たぞ。やめときなって、ボクちゃん。この深瀬様の出場する大会だぜ。出るだけ無駄無駄。ぷぷい、ぷぷぷい。ガー。なんかまたキャラ濃いやつ出てきたな。いやー、時計がシンガポールの時間のままだった。道間違えた。そういうロロノア属性もあるのね。イザマル、そろそろ気持ちも落ち着いたんじゃない？それじゃあ会場に入ろうか。もうトイレもあるんだ、これ。トイレでか試合目はトイレに限る、なんかカツ丼に限るみたいな、運をつけるってね。うまく愛想笑いできなくてごめんな。一応女の、ここはギリ入っても大丈夫。じゃあこっちは女子用よ、男子はあっち。まあ、ちゃんと社会のルールも教えてくれると。プリシベさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。カスタムロボをやっております。カスタムロボのメインストーリーですね。ひざまるくんとしんちくんですね。ひざまるくんは4番デッキです。しんちくんはこちらの2番デッキですね。僕はここから、ここだから一旦お別れだね。ひざまるも頑張って。4番ね。あ、カブトプスもいる。あ、深橋じゃん。なんだ、1回戦は素人のボクちゃんか。こりゃボーナスゲームを当然だな。準備はいいか、ボクちゃんよ。試合が始まるとお友達と話すところじゃなくなるぜ。これよりカスタムロボ市民大会を開催します。皆さん用意はよろしいでしょうか。1回戦は全デッキ一斉にスタートします。レディーゴー。まだ俺席についてないんだけど、まだ俺マップ席についてないんだけど、一斉に始めるってのにすいません。さあ、デッキの前に立って俺様を待つのだ。
俺様にぶちのめされる覚悟はできたか。はい。はいはおかしいだろ。これいい絵だとどうなのこれ。まあでも先送りしたところで敗北という名の運命から逃れることはできないぜ、ボクちゃん。じゃぶちのめされるはいを絶対やんなきゃね。ファッティングバイス型どうでか。顔がちょっとさっき戦ったファッティングバイス型とはだいぶ違うね。なんかいかつい。スプリングガンまだあれか、実体化してないから。実体化 してこればよかった。神ゲー配信ありがてえ。やっぱり神ゲーと名高いですよね。カスタムロボ、カスタムロボ世代が集まるのかい、ツイッチは。それなりに強そうな感じしましたけど、一応固有のデザイン持って、微動だにしない、全然ひるまない。はい、うわまずいかも、ちょっとまずいかも。石台みたいの飛んできた。だだだだ、なぜあれを石台だと思ったかというと、動物の森ではそうだったからですね。動物の森ぐらいしか魚の知識ない。おお、これ石台も遮蔽物なのかな、これ。あ、石台も触れるから、これ一応遮蔽物として使えそう。一回逃げよう。あー、ボムはちょっと爆風が貫通してくるかもしれないから、ちょっと。うっ、すごいよ、うまっ。俺のタックルジャンプでかわされたんだよ。やばい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 、めっちゃ競ってる。モブとかポットとかうまく使いたいけど。はい、はいはい、オッケーオッケー。29ね。あとガーン1回やったら、イエー。ちょっとでも大会みたいだから、だからストーリーよりなんかザバルの試合をずっとお見せすることになっちゃうかも。このステージほんと好き。もうなんかいいですね。石台も可愛いし、イソギンチャクデスもいるし。イソギンチャクデス、嘘だ、こんなの俺の実力じゃねえ。今日は調子が悪かったんだよ。いいやつだな、このお前の実力じゃない、まぐれだったとは言わないんだね。これ自分があくまで自分がうまくいかなかったっていう視点があるってことを考えると、彼はどういう下の形してんの。歯の方に目がいってあんま見てなかったけど、どういう下の形してんの。それはイザマルとか言ったな。貴様のことは忘れねえぜ、畜生。まあ、太夫がいましたね。太夫多いな。1回戦突破おめでとう。次は5番デッキに進んでください。任せてください。え、ちくんか。ひたまる、今回は本気だよ。さあ、用意はいいかい。行くよ。マジ気まずいね。勝っちゃった後より気まずいね。歯も舌も特徴的すぎて、どうご飯食べれるかね。あの成長期特有の歯のなさ、舌も随分特徴的な。飲み物はね、前歯の方からないから抜けてっちゃいそうな。あ、2本しかないからね。今全部永久歯に生え変わってんだろうね。生え変わってる途中で。結構キャラデザが特徴的だね、みんな。結構属性てんこ盛りというか、なんか属性コマまでいかないけど、髪の色も違えば髪型もね、カブトプスみたいなやつもいるし。はいはい、あ、まず、なんか見た目がさ、主人公のこれ結構青年っぽいからな、ロボットが。なんか子供ボコボコにしてる感じがして罪悪感えぐいけど、相手のガンなんかちょっとスリーウェイガンとちょっと違うな。
んだあれは。ちょっと上から跳ねてくるな。ガッ、おわ、今の煽り走りか。はいはい、結構競ってる。あ、意外と半分ぐらいか。ボムが当てれないな。16ならあとガン適当に当てて。お、スリーウェイガンのいいとこ出たね。イソギンチャクロも左右から。バーティカルガンのデータを入手。ライトシュートボム H のデータを入手。フェイントポット G のデータを入手。自体化サービスカウンターで自体化と自体効果できます。ありがとうございます。ひざまる、うまくなったね。いつかこの日が来ると思ってたけど、こんなに早く来るとは。僕は2階で応援してるよ。準々決勝も頑張ってね。あと3試合あるみたいです。2回戦突破おめでとう。次は3番デッキに進んでください。しんちくん素直でいい子だよね。優しいし。あ、出た。ふん、どうだひざまる、初めてちょっとでもう大会の準々決勝まで勝ち抜いてきた、来たぜ。やっぱカスタムロボなんて大したゲームじゃねえな。けっ、お前も叩きのめしてやるぜ。用意はいいか。行くぜ。シャイニングソルジャー型ソル。始めたのほぼ同時期なんだけどね、俺も。その彼、早尾くんだっけ。キャラの名前パッと覚えられないな、ちょっと年も年だから。うわ、足か、部が悪いな。おい、え、そんなに、え、もう200も作ったんだけど。待って、え、負けちゃう。そんなにタックルするつもりじゃなかったのに、めっちゃタックル出ちゃう。はい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 。うわ、無敵時間入ったか。なんだそれ。ちょっともうちょっと慎重に戦ってもいいのかもな。結構ちょっとつ猛進すぎるかも。うわ、やばい、まずい。危な、やるやん。コックローチポットゴキブリやないかい。ゴキブリのことやないか、コックローチ。そんなんだったんだ。またやられた。俺と同じ時期に始めたくせに。なんで、くっ、かわいいじゃん。準々決勝突破おめでとう。次は2番デッキに進んでください。2番ね。お、戦う準備ができたら向かい側に立ちなよ。ここまで来れることは褒めてあげるけど、僕には勝てっこないと思うよ。恥をかく前に降伏した方が身のためだと思うけど、やる？あ、そう、やるだけ無駄だと思うけどね。こいつ許せねえな。こいつに負けてるからな俺。さっきちゃんと強えからな。ちょっとよしよしよし。まあ同じくらいだね。同じくらい。さっきのガンと、うわぁ、そのガトリングガンが、うわ、なんか目ん玉ついてるやつ飛ばしてくる。うわ、うそ、目ん玉のやつがちょっと優秀すぎるかも。目ん玉のやつが優秀すぎるかも。あいつ、自我か。
くボコボコにされてる。くまずいまずいまずい。ちょっと結構本気でやらないと、本気でやってるけど本気でやるとまずいかも。そのさ、目ん玉のやつがまずいまずい。え、なんか結構追ってくるんだなあいつ。しかも近づいたら近づいたで今度ガトリングガンで追ってくるし、隙がないな本当に。離れたらその目ん玉付きのやつが追ってくるっていう。イラ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 イこいつチョコマガと逃げ回ってこいつ強えな。口だけじゃないってかこいつちゃんと強えの腹立つな。うわわわわ、まずまず、もうまた負けちゃおうこいつに。いや、あの目ん玉の目ん玉のやつがきついな。ゴムで牽制したりするか。まず、それ当たんなかったの。まず、うわ、まずい。くリヒト、リヒトめ。こいつに2敗してるんだけど俺逃げるうまいこいつ、本当に強いのが困るな。イラ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 こいつ、こいつ強えなマジで。え、結構かかるかもな。まあでも、後半追い上げてたからそのペースで前半も戦えてれば、まあメンタルのやつ強すぎるな。そうそう、それがそれが強いな。だっ、うまっ、うまいな。グガッ、まずい。え、もうそんなに差ついた。無理かも、無理かも。今日ここまでか、もしかして。アタックまでは決められないか。アタック無理やり決めに行こうとしてるのがダメだから、あまり無理しない方がいいかも。あの目ん玉付きのやつが割と長いこと追ってくるから、これも油断できないしな。ほら、この目ん玉つくやつ、うわ、まずまず。一回しくじったら、うわ、そんなに めっちゃはめられてるって。一回でも食らったらちょっとはめ技に合うから。うわ、ばばばば、まずまず、うわうわうわ、弾幕避けながらでしょ。で、相手ガトリングガン持ちでしょ。こっちのスリーウェイがなんか一発一発ダメージが少ないから、結構たくさん当たると、うわー、これ外した時がカウンターにあっちゃうから結構きつい。がまずい、もう一発も食らえない。やめてくれやめてくれやめてー。こっち2でやらしてもろてんだから、ちょっと手抜いてください。使いできないな。おいおい、だからその目玉付きのやつさ、ずるいって。なあまりにも効果時間が長いと思うよ。で、これ準々決勝、これかかるでー。これ
これガトリングガン実体化してくるべきだったかな。でもガトリングガン対ガトリングガンの差し合いは強いのか、果たしてどうなんだろう。はい、うわ待って待って、いい次第に挟まれてリング取れなかった。いやアタックまで決められたらよかったけど、今その目ん玉付きのやつな、あ結構射程も十分だしな。まずい、こっちも多少ボム使いながら、アタックまで入れて、いやーそれでもだな、ちょっと間合い取ってアタックまで決めて、まずいまずい、アタックボタンじゃない、危ねえ。こっちから来る。オッケーオッケーオッケー。いや、深追いしない。深追いしない。その後隙がチャンス。相手から攻撃振ってくれるようになったな。さっきなんか俺が攻撃するまで打ってくれなかったから結構攻めにくかったんだけど、うわーやばい、絡めて使ってくる、やべえ、これ逃げろ逃げろ、一旦逃げろ、オッケーオッケーオッケー、追い詰めてる追い詰めてる銃口向けてくるな。オッケーオッケー、いけるいけるでこ、49でしょ、一発当てればオッケー。いやー大変だった、3回ぐらい負けた、2回か3回、そんなに難しいゲームだったっけ。どうなんだろう、結構難しい、ピザ丸にとっては結構難しい、これプレゼントも、しかもこれまだ序盤だろうからね、始めてまだ1時間半ぐらいだし、大丈夫かい。シーカーポット G、 今のやつ使えるってこと、めっちゃいいの手に入ったかも顔顔くるみ割り人形みたいだった、こんなバカなこの僕がピザ丸だったな、名前は覚えておいてやる、このままじゃ終わらないぞ、やったー、パチパチパチ、グッドありがとうございます、ありがとうございます。次は決勝ですね、ピザ丸、あんたこの大会を勝ち進む間にもかなり腕を上げたね、見ててはっきりと感じたよ、とても手加減なんかしてられないわね、さあ勝負よ、よし行くよ。え、さっきのより強いのはちょっときついかもな、俺リヒト君でも十分な手応えというか、その歯応えというか十分強かったけど、でもさっき600ぐらい体力残したからちょっと勘が戻ってきたとかコツは掴んできたような感じがするね。なんだそのその爆風は、見たことない、見たことない技使った肉弾戦になってた、うわ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 、俺がひるんでる間にまず結構やられてるな、ちょっと距離取るか、さすがに、あ、亀だ、かわいい、隙を伺うか、あーまずい、それは当たりたくなかった、
結構やばいわ。互いに先に当てた方が勝ちだ。その隙を見せたら相手が撃ってくるの待つか。待って待って、今の自爆したってこと？手加減してくれた？何もしなくても勝手に試合終わったんだけど。ジャンピングポット B を入手した。さっきのピンクのやつかな。まさかこの私が負けるなんて、これは夢よ、夢なら覚めなんてね。このカニ様、これ式でショックを受けるような玉じゃないんだよ。だひざ丸おめでとう。まさかこんな短期間でこれだけ腕を上げるなんて驚いたよ。おめでとうひざ丸くん、これより表彰式を行います。お、キャップじゃん。市長だった、キャップじゃなかった。優勝おめでとうひざ丸くん。ちょっと髪型で判断したことを反省します。あと上でカブトプスも見てくれてる。カブトプスとお兄さんだね、あれは。名前忘れちゃった。ひざ丸くんには副賞としてスーパーコマンダートーナメントの2つの大会への出場権が与えられます。お、強豪の集まる大会になるでしょう。次も頑張ってください。カブトプスくんがね、ずっと首をひねってね、こう見てくれてんの。これ今回はしてやられたけど、次は同じようにはいかないからね。カスタムロボはその名の通りカスタマイズでどんどん強くなれるゲームよ。一度や二度の勝負で全てが、あーやばいよ、どこしちゃった今、まあ、勝負が決まるわけじゃないわみたいなこと言ったんだね、きっと。じゃあひざ丸くん優勝おめでとう。さっきの女の子のお兄さんだね。君初心者なんだって。初出場で市民大会優勝を果たしたコマンダーは守るくん以来だぜ。こりゃ久々に台風の目あわわる、あらあらこりゃ久々に台風の目現るってことかな。注目してるぜ。見出しみたいに言われて言いにくいよ。ひざ丸おめでとう。ひざ丸にこんな才能があるなんてびっくりだよ。かりん悔しがってたよ。特訓だってもうどっかへ、あ、またおっしゃった。僕ら帰ろうか。ひざ丸も連戦で疲れたでしょ。はい、ひざ丸明日からちょっとした有名人だね。うふふ、あわわわわあわわ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 。あ、枕元にトロフィーがね1個増えました。しんいちくん優しい人なんですよ。優しくて可愛らしい男の子ですよね。こういう友達がいるの本当にありがたいよね。え、市民大会のトロフィー、いやひざ丸くんで話しかけてきたんだけど、僕は市民大会のトロフィーだ。今ちょっと片付けられない事態が起こったんだけどもうちょっと説明欲しいんだけど、この一言で終わらされても、え話しかけてくるんだ、なんとも思わないんだ。市民大会優勝おめでとう。今回はお仕事で行けなかったけど、そのうちパパと応援に行くね。今日はどこ行くつもりなの？あ、分かった、優勝したからステーションに行ってみんなにチヤハヤされたいとか思ってるでしょ。うふ、なるほどね、ステーションに行けばいいのか。で、男、女の次、市民トロフィー。いやー、ひざまる、話しかけてくるんだ。しかもそれに対して特に何のリアクションもないっていうのがね、この主人公というかね。市民大会優勝だって、おめでとう。パパな、最近カスタムロボについて随分勉強してるんだぞ。カスタムロボっていうのは、工業用ロボット工場から分かれて生まれてきたホピーなんだってね。なんだね。あ、そうなんだ。産業用から趣味用になってったんでね、その娯楽の方に。だからとても高度な技術が使われているそうなんだ。この国で最大のカスタムロボメーカーのラムダコーポレーションも、もともと工業用のロボットメーカーとして有名な会社だしね。そうなんだ。え、みんな知ってた？トロフィーが話しかけてくるの。やったことある人も。
外と知らなかったのかもしれないね。初めて見たアンナ。ガトリングガン来た。バーティカルガン来た。スタンダードボム F、 ストレートボム G、 ライトシュートボム H、 クレセントボム P、 シーカーポット G、 あ、シーカーポットね、さっきのあの目玉のやつだよね。スピードポット G、 コックローチポット G、 フェイントポット G、 ジャンピングポット B、 いっぱいウェーブポットを実体化しました。ウォールポットを実体化しました。ちょっとこれあれだな、試し打ちするの結構大変だね。ちょっとどうしようかな、一旦川屋へ。1時間46分か、もうちょっとだけ進めさせてもらおうかな。すいません、じゃあちょっとすぐ戻ってきますね。特大理石、今日もでっかくていいね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、チヤホヤされに来ました。アキラ、最近ドレッドの活動が活発になってるらしいんですよ。裏でコツコツ事件を追ってるんですけど、嫌な予感がします。この人記者だもんね。アキラ、ん？いや、ひざまるくんじゃないか、今の話。いや、大した話じゃないんだ。キャップ、この地区の子供たちが悪いことに巻き込まれないといいが。おお、ひざまるくんか、市民大会優勝おめでとう。君には光るものを感じてだよ。光ると言っても私の頭じゃないよ。はははははは、気まずい。あれ、ちやほやされに来たんですけど、リヒトッチ。いや、ひざまるくんか、まさか君がこれほどのコマンダーとはござんだったよ。でもね、君の対戦データの分析は間もなく完了する。もうや君に勝ち目はないよ。 CS トーナメントが待ち遠しいね。いや、こいつマジで強かったからな。チヤホヤチヤホヤチヤホヤしてくれ。チヤホヤされ、バトル中でうるせえ。それはすまん、神経使うんだろうな。あ、ひざまるくんこんにちは。さっきからハヨウくんがバトルしっぱなしなの。長時間のダイブは体に良くないって言ってあげたんだけど、うるさいって言われてね。ダイブってこの変身みたいな、変身というかバトル。チキショウ、ハヨウ、いつの間にそんなに腕上げたんだ。ん？
なんだ、市民大会で優勝した膝丸大先生じゃねえか。いいか、大会で俺が負けたのはバトルの経験の差だけが理由さ。もう今ならお前と同じレベルだ。もう一度俺と勝負しろ。いつまでも俺を素人だと思うなよ。なるほど、膝丸大先生あるのか。なんか一時期膝丸先生ってなんか言われてた気がするな。これカスタマイズ、懐かしい響き。バーティカルガンちょっと試しますか。で、ちょっとボムいっぱいあるな。これどれがいいんだろう。クレンセント、クレセントボム、ポップいっぱいあるからな。シッカーポッターは何か覚えてんだけど、コックローチポット、ま、ジャンピングポット、これどれがいいんだ。これウェーブポット、ウォールポット、これちょっと試し打ち全部やってると時間かかっちゃうかもな。これボンボンボン、ドンドンドン、ドンドンドン、バーティカルガンね。あ、使いやすいね。わあ、これボムか。結構着弾まで時間かかるな。あ、これポットか。あ、まあ悪くないかもね。ボールポットとボムは、まあボムはクレセントボムでいいか。ちょっとポットが結構これし、あー自分も当たっちゃうのこれ。ジャンピングポット、はい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 。ちょっとポットはちょっと使い心地よくわかんないな。とりあえず強そうだったからシーカーボットにしますか。最強編成かもこれ。チワホヤされに来ただけなのに戦いは避けられないみたい。こいつも地味に強いからな。ライバル枠だからな。油断してると誤報されちゃう。青くてスタート。これ上通るから使いやすいな。これ遮蔽の上から通るから、これあれだよね、新一くんの持ち武器だよね、このガン。これ使いやすいね。弾速もそんなに速くはないけど、威力も申し分ないしな。これがミヒト君に使われてたのかな。これで、このうざいうざいシーカーポットこのシーカーポットうざいだろうな。これなんか自分の実力が上がったというよりなんか装備が強くなったな。シーカーポットだったらあんまり撃つ方を気にしなくても自動的にこう追ってくれるから。アイドリングボーム D、 またなんか新しいの手に入れたな。スパイダーポット G、 ちょっと相手の大技あんまり見てなかったからちょっと分かんないかもな。ロングバーニアレッグ、まあ、いろんなのくれたな。くっ、そうか、分かってきたぜ。カスタマイズか。他人の装備を後追いしていても勝てないようだな。きっと俺だけのカスタマイズを見つけ出してやる。どげよ。やつ当たりが弱い女の子に、体調悪い子なのに。ひざまる、バトルが終わるのを待ってたんだ。今カリンが公園で大変なんだ。僕じゃどうにもならなくて、説明はあと。早く公園に行こう。ゆりえちゃんはどうする？え、私早く走れないから後から追いつくよ。先行ってて。よし、ひざまる急ごう。オッケー。
うしたんだ。まあちょっと急いでるとこ申し訳ないけど、3つぐらい装備もらったからね。レッグ初めてかも。レッグもらえたのはでかい。ひざ丸、公園に急いで。オッケーオッケー。ふかし、あんた下級生にデッキを使わせないってどういうつもり？公園のデッキはみんなで交代で使うルールでしょ。おやおや、釣れないな、かりんちゃん。そんなに怒ると顔にシワができるぜ。私のことちゃんづけで呼ばないで、虫ズが走るわ。ガー、俺様も今度の CS トーナメントに備えて特訓中でな。下級生なんざ知ったこっちゃないね。お、来たな、ひざ丸よ。ここで会ったが100年目なのだ。俺様のことよもや忘れたとは言わさねえぜ。まあ覚えてるよ。ガー、そうだろうな、俺様には存在感があるからな。まあそんなね、なんか探してほしいウォーリーみたいな格好しといて覚えられないわけないし。言っとくけどな、市民大会で優勝したくらいでいい気になってるんじゃないぞ。さてと、ひざまりよく聞けよ。これからデッキをかけて勝負しろ。お前が勝ったら下級生に使わせてやってもいいぜ。ただし俺様が勝ったら市民大会の真の優勝者はこの深瀬様だって宣言させてもらう。どっから突っ込んだらいいんだこれは。別に俺もさ、まだ一言も喋ってないのに、その俺が下級生に使わせろよって言ったわけでもないし、いや使わせてあげてほしいけど、だってそうだろ、優勝者に勝つこと、これすなわち最強っていうことだからね。いや別にいいけど、いいけどな、可愛いからいいよ。それでちょっと待ちなよ、最初に喧嘩を買ったのは私だよ、私が相手になるよ。お前じゃダメ、煽ってるね。準優勝止まりのやつに勝っても最強は名乗れないからな。あのね、一回さまけらあんたに言われたくないわ。ごもっともです。さあ、ひざまりよ、どうだ、勝負を受けるか。ふふふ、覚悟を決めたな。じゃあこっちはまず仲間の二人が戦う、俺様はその後ね。ちょっと何よそれ、あんた三人がかりなの？それなら私も勝負に加えなさいよ。はあ、ひざまるくんは大会優勝者だろ、それくらいのハンデは当然だよ。汚いね、まあね、なんてやつ。さあひざまる、この二人に勝ったら俺様が相手してやるぜ。そっちが下級生だと思ったけど、この手前にいるの下級生か。どうやら戦ってデッキを取り戻すしかなさそうだね。深志くんたちがどんな戦い方で来るかわからないし、僕がアドバイスしてあげるよ。実際に戦うのは苦手だけど、理論は任せておいて、僕もまだまだ役に立つ。もうインテリジェンスが。じゃあこいつから行こうか。あの、喋るトロフィーあげるか。いやあ、いやあ、深志くん、僕はトロフィーだよ。お前は優勝者じゃないよって話しかけてくるかも。あいつは全てを見てきたから、枕元から話しかけてくるから、あいつ。ガンを打った時には大きな隙ができるよね。これをカバーするのがスライドショットだよ。移動しながら A ボタンを押すと、その方向に滑りながらガンを打てるんだ。結構大事なことだな、それ。早めに教えてほしかったな。これを使えば打ちながら壁に隠れるようなこともできる。あ、でも自然とやってたのかな。リトルレイダー型ディッキー、何度か見た名前だな、ディッキー。はい、滑りながら、で、ここ打ったり、うわ、相手もなんか、相手も目玉、相手もシーカポットなのか、うわ、ガトリングにシーカポットが結構、リフト君みたいな感じで、使いにくいな。ちょっとこっちも装備整ってきたからだいぶ戦いやすくなったかも。ちょっと癖で右スティック
触れちゃうから触れちゃうな。ホットもしっかり使っていこう。目ん玉投げつつ、あ、まずっ、おぉ新築の持ち武器がすごい使いやすいわ。いいね、だいぶ戦いやすくなった。もう一人ね、そしたらシーカーボット F、 F とかなんか G とか D とかよくわからんな。やるか、いくぜ。あ、結構あの話が早いタイプ。夫はガンやボムと違って打ち出すときに隙ができないんだ。あ、そうなんだ。打ち毒なんだ。使いたいときは使える、使いたいと思ったときに使える便利な武器なんだよ。へえ。あ、細いの来た。細いナスビみたいなやつ。まずはね、人見知りなんで、ちょっとなるべく相手の遠くに。ほとんど差なし。あ、結構威力入るな。うわ、何、とりあえずポット打ち毒みたいだから。ポットはガンガン供給していこう。ポットなんかボムも結構若干ゆっくりだけど、その分合わせやすい。待って、いや武器が強すぎるかも。いいかな、まあいいか。でも武器が強すぎるかもしれない。なんか随分使いやすくなったわ。いやでもこれから強敵が来るかもしらんから、まあいいか。ネクサこんばんは。懐かしいのしてますね。いやそうなんですよ、神ゲート名高いね、カスタムロボ。ちょっと丁寧にね、履修しようと思いまして、ストーリーモードをね一からやっております。さすがは優勝、大会優勝者だな。俺ごときじゃかなわないぜ。ガーハ、真打ち登場だぜ。さて、準備ができたら向かい側に立ちな。よっしゃ、勝負なのだ。ところどころ頭悪そうな喋り方するけど、普通に語彙力高いんだよなこいつ。俺様のアイキドデカンの真の力を思い知るのだ。高いジャンプほど着地した時の隙も大きくなるんだ。同じ高さでも空中ダッシュからの着地はさらに隙が大きくなるよ。あ、そうなんだ。着地の時は隙を狙われないように壁の後ろに降りるとか工夫しなきゃね。結構大事なことを教えてくれるね。でもカスタムロボ世代多いのかな、ツイッチは。ツイッチはっていうのもあれか、ツイッチでしか僕ちょっと配信しないんであれですけど。音だよ。え、あ、危な、なんか場外に出るのかと思った。このゲーム場外はないよな。ホット巻いて、ホット巻いてボム飛ばして、お、もうなんかホットとボムが強すぎて、もう俺体当たりしに行かなくてもいいかも。ちょっとこう上からバーティカルが打って一気に戦い楽になったな。うわ、ちょっとちょっと競ってるな。こいつの小競り合いが発生してる。どう、相手でも動き弱い、遅いから。おっと、拳でね、分からせてやりました。フォーミュラーレッグのデータを入手。
またレッグ手に入ったの。屈強は家の階段を転げ落ちてか落ちてから月がないぜ。こんなの俺の実力じゃないのだ。やっぱり相手を下げないのはやっぱりなんか根の性格の良さが。しょうもないやつね。まデッキも取り戻せたし、ここはもう大丈夫ね。しかしこの私が不可思議ごときに舐められるなんてむっちゃムカつくわ。ひざまるしんちゃん、私は他で練習相手を探すよ。 SC トーナメントでは負けないからね。あ、カリン、私も付き合うよ。うん、頑張ってね。カリン頑張ってね。ケンちゃん、ありがとう。ケンちゃん誰？しんちゃん？あれ？誰に言ってた？カリンも燃えてるね。あれ？こんなところに何か落ちてるよ。ふかしくんの ID カードはきっと落としてったんだね。これどうしよう。届けてやるか、さすがに。悪いことしたし、親父に教えてやるよ。カトレアって知ってるかい？橋の向こう側のエリアに住んでるお嬢様コマンダーさん。最近不可思議なやつカトレアの邸宅に行くのが日課になってるらしいんだ。もちろんいつも追い返されちゃうんだけど、なんとか親しくなろうと考えてるようだぜ。何せすごいお金持ちだからな。お金持ちだから近づいてんの？もうちょっとなんか純粋な理由がないかい？んなことない。よし、いざまる、カトレアさんのお家に行ってみようよ。ふかし君に ID カード届けてあげる。ふかし君ね、悪いやつには見えないよね。死の向こうって言ってたっけ。あ、あった、カトレア。ここがカトレアさんのお家だね。大きな屋敷だな。お嬢様コマンダー、うがー、どうしてこのふかし様が門前払いなのだ。園遊会とやらに俺様も混ぜろ。ダメだ、ここはお前のようなものが来るところではないと何度言ったらわかるんだ。園遊会に参加できるのは実力、品位ともにカトレアお嬢様が一流と認めたコマンダーだけなのだ。さあ、とっと出て行け。お前らも園遊会に潜り込もうとしているな。ダメだダメだ、早く出ていかないとつまみ出すぞ。てんてんてん、いやいやい、ここにおわすをな、ここにおわすをどなたと心得るか。ここにおわすをな、ここにおわすをって初めて聞いたな。結構語彙力高いな。市民大会新チャンプのひざまる、そしてそのひざまると互角の力を持つ男、深瀬様だぞ。分かっちょるのか、お前は。知ったことか。ちょっとお待ちなさい。は、カトレアお嬢様。確かにお上品な来客が多いのかな。退屈しのぎのお遊びに面白そうですわいらっしゃい、特別に入れて差し上げますわ。まあどういう言い方でもいいって言うならいいな。お嬢様の許可が出ました。今からあなたたちはご招待客です。がは、うまくいったぜ。さすが俺様、冴えてるぜ。あ、そうだ、ふかし君。はい、これ ID カードをこれで落としたでしょ。 ID カード、ふかしは ID カードを渡された。ふかし側が主語なのね。お、わざわざ届けるとは、この俺様に取り入ろうということか。いい心がけだが、バトルは手加減してやらねえぜ、がはは。さて、そんなことよりお嬢様のところへレッツゴーだぜ。最短距離で行ったね。なんだか変なことになっちゃってん、とにかく奥に行ってみようか。なんか道があるけど、最短距離で。私はカトレア、カスタムロボメーカーラムダ社の社長令嬢にして会社の孫娘ですわ。あなたはひざまさんでしたわね。市民大会の優勝者とか言っても大したことないと思いますが。おーほっほっほ。とはいえ、仮にも優勝者、せっかくですから世間のレベルというものを見せていただきましょうか。これお前たち、
2体のハンターが放たれた。戦いましょうか。この者たちがお相手しますわ。よっしゃ、俺様が戦うのだ。優勝者はこちらのひざ丸さんなのでしょ。お雑魚さんに用はないですわ。なに、そんなやつ気まぐれで優勝したに行き過ぎないのだ。あ、じゃあまぐれで優勝したに過ぎないのだ。それ以上騒音を負け散らす気でしたらお外へ放り出しますことよ。さあこの者たちと戦ってごらんなさい。実力のほどを見て差し上げますわ。いえー、ごついお兄さんたちだね。ひざ丸、今回もアドバイスは任せてね。ひざ丸の上達を見るのが僕の生きがいになってきたよ。もうその境地までたどり着いたの。なかなかその弱いで、なかなかなんだろうね、こう大人びてるというか、どつえ逃走中のもうハンターにそっくり、みんなぶらさんかけて昼間なのに。お嬢様の命によりバトルします。手加減は一切いたしません。準備はよろしいですか。視界に入ったら追うというねルールのもとやってますから彼らは。アタックの間は無敵なんだ。その前後に大きな隙があるから。なるほど。ワイルドソルジャー型、任してくださいよ。今の装備がね、一番多分使いやすいから、これでしばらく行くことになりそうかな。お寿司屋さんじゃん。魚卓もあって、なかなか洒落たステージ。大人のすることか、それが。おい、なんだ今の。なんでこいつ、許せねえ。はぁ、はぁ、ちょっと待って、何が起こってる。何が起こった今。バチ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 って、何これ。え、これが庶民で。これ性能差で分からされた。これ何、これガチ強武器や、ガチ強武器来たよね今。何今の。いや、ありえないぐらい強かったんだけど。あれもしかして違う方を選択した。今右と左の人間同じ顔してるから、なんかアドバイスの内容違ったけど。何今の、強すぎない。なんか真ん中のロボットピステルカラーに変わってんだけど、ピンクと水色。ちょっとさっきのやつ怖いな。おっと、あ、なんか、あ、ガン違うわ。さっきと違うおじさんだ。ま、あー、なるほど、一発が強いタイプね。連射全くしないけど。それはまだ戦いやすいな。さっきの高速具おじさん、ハメ技高速具おじさんよりはまだ、その一発さえ当たらなければ。うわー、一発当たったら痛いな。オッケー。いや、こっちはまだな、戦えるな。ちょっとさっきのガチ強武器おじさんと戦うか。スナイパーガンだけど、一発のやつね、あんま使いやすそうではなかったね。いや、さっきマジであっという間に負けたからな、びっくりするぐらいボコボコにされたから。
るべく。相当射程短いね。そりゃそうか、あんなことしてくるんだったら前詰められたら負けだな。前詰める方が好きなんだけど、前を取って戦わなきゃいけない、ちょっともどかしいな。スプラトゥーンでも結構前詰める武器使ってるから。オッケーオッケー、近づかせんな近づかせんな。あ、まずい、うわー、なぜかアタックして、まずい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 、おい、インチキインチキ、なんだその技。キョキョキョキ、よし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 、いやー恐ろしかったね。初見殺しはハラハラしい。スタンガン、スタンガンなんで、ね、まあそうだろうな、スタンガン。でも胸部手に入れたから俺も使えるな。あら、なかなかやりますわね。ではこれならどうかしら。 G、 これ G、 なんでございましょうか。トレお嬢様、お前の出番前に印象、お前はさすがにやりすぎじゃないか。お嬢様の命により、次は私がお相手いたしましょう。うふ、ここまで来たひざ丸さんに敬意を表しましょう。G、モーレットガンを装備して戦って差し上げなさい。はっ、あれはまだ発売前のサンプル版でございますが。構いませんわ、見せておあげなさい。ひざ丸さん、これからお見せするホーネットガンは我がランダム社の強力な新製品ですわ。あなたに敬意を表してお見せしますが、今日のところはデータ転送を全てオフにさせていただきますわ。何分発売前のパーツです。万が一 G が負けてデータが外部に漏れてもいけませんので。わかりました。では、ひざ丸殿でしたか。準備はよろしいですかな。では、お相手いたします。モーネット感、噂に聞いたことがあるぞ。噂に聞いたことあるんだ、もう漏れてんじゃん。ガンの中には、弾の速度が遅いけど確実に相手を追いかけるタイプのものもあるんだ。そういう武器と戦う時のために、オーバーロードシステムを知っておいた方がいいよ。相手のガンを受けてダウンしちゃうと発射済みの弾が 無力化しちゃう。あ、そうなんだ、これをオーバーロードと言うんだ。つまり相手の弾がこちらに届く前に逆にこちらのガンでダウンさせれば相手の弾を避ける必要がなくなるんだ。スタンガン最強ってこと。大事なことだから繰り返すけど、ガンでダウンさせないとオーバーロードにならないからね。なるほど。脳みそめっちゃ詰まってそうな形してる。ファニーオールドマン型頭元祭だから、あれか、頭がでかいんだ、頭元祭だから。実体化させないでこのままの装備でバトルに向かいます。お、ハッピーバースデー。なかなか可愛らしいステージだけど、まさかこの時のためだけの贅沢なステージになってますよ。さっき寿司で結構ステージ数いっぱいあるのか。お、ジャンプ力高っ。これがホーネットガンか。あったかもな、こんなの。これホーネットガン飛ばされた間にスタンガンしたらめっちゃ勝てるじゃん。オーバーロードさせて、こっち装備結構十分強いからな。だいぶ楽に勝てるようになってきたかも。さあ、というわけカトレアさんといったところかね。参りました、敵ながらあっぱれ。ふーん、町のコマンダーも侮れないものですわね。少し見直しましたわ。ま、今日はこんなところにしておきますわ。なんであんたを戦うのかよ。戦うかと思った、調子にお乗りじゃなくてよ。
私が戦うにはそれなりにふさわしい部隊が必要ですわ。そういえば近々我が社の主催する大会が開かれますわね。はっ、 SC トーナメントございます。お嬢様 G、 私興味が出ましたわ。その大会に私も参加できるよう取り計らってちょうだい。私の大会デビューの場としても申し分ないでしょう。はっ、では大会でまたお会いしましょう、ひざまるさん。おほほほほほほ、ひざまる、今度はカトリアさんに目をつけられちゃったね。 SCT にカトリアさんが参加か、すごいことになってきたね。それはそうと、今日はもう遅いしこのまま家に帰ろうよ。よかった、僕ももうお腹ペコペコで、俺なんか最初も聞いたな、全く同じセリフ。なんで許可待ちなんだろう、そのよかった、えへんね、断られなくてよかったっていう帰ることを。いやー、あのカリンが何度戦っても勝てないとはね。あの外国人のコマンダーすごいな。フレームガンとか言ってたっけ。おー、強そうな。あれも初めて見る武器だったな。今の話聞いた？カリンが勝てない相手って一体？ギザマル、ステーションに行ってみようよ。大丈夫、腹ペコなんじゃなかったっけ。このまま帰るみたいなこと言ってなかった？俺なんかめっちゃ腹減ってきた、晩ご飯食べたんだけど。この私が勝てない、勝てないぞ。この男の子すごい、何度やってもカリンが勝てないの。ちょっとカリンちゃんのプライドというものが、ほらこんな悔しそうな顔してる、かわいそうに。こんな男のくせに女性型ロボットを使ってるやつに勝てないなんて、それ自由だもんな。自分と同性のロボを使わなきゃいけないなんて誰が決めたんですか。ロボは自分との相性で決めればいいんです。それより君、カリン言いましたね。バトルより今度僕とデートしましょう。何言ってんの、変なこと言わないでよ。ん、あ、ひざまるにしんちゃん、こいつなんとかしてくれない。悔しいけどなんだか調子が狂っちゃって全然勝てないのよ。ふ、君のこと知ってます。市民大会のチャンプ、ひざまるね。守る以来の初出場で優勝、みんな噂してます。僕ジェイク、世界一カスタムロボ住んでる国日本と聞いてきました。来ました、どうです、僕と勝負しますか。いいよ。おう、ひざまる、僕と勝負するね。おう、受けてくれますか。でも僕転送はオフでやらせてもらうよ。このガンパーツこの地区にないね。秘密兵器だけど見せるだけ感謝ね。ではよろしくね、レッツバトル。ひざまる、今度はボムやポットの爆発について大切なことを教えるね。名前の最後に G とか H とか A 文字マークがないのはノーマル型、これが一般的なタイプ。あ、知りたかった、ちょうどそれ。爆発は旧型で当たると斜めように吹っ飛ばされるんだ。なるほど。名前の最後に G がついてるのはゲイザー型といって、爆発が円柱型で当たると上に吹っ飛ばされる性質を持ってるんだ。あ、そうなんだ。 H はホライゾン型、爆発が球状で当たると横に、あ、ホライゾンだから水平ってことね。B はバースト型、爆発が長く残る形で当たると横に低く吹き飛ばされる。 D はデストロイ型、爆発が長く残る形状で吹き飛び方はノーマルと一緒だよ。なるほど。 F はフリッパーが、多いね、すごい。バリエーションがすごい。爆発が円柱型で当たると横に低く吹き飛ばされる。 P はピラー型、爆発が長く残る円柱型で当たると上に吹き飛ばされる。 S はスタン型、爆発が球状で当たると一瞬その場で動けなくなる。といったところだね。知っておくとコンボの人一回じゃ覚えきれないかもな。しかも説明聞いただけじゃね、なかなか前衛的な形してるね。セクシースタンナー型ジェーン、結構やり込まなきゃ身につかないかもな。その何種類ぐらいあった、今7種類ぐらいあった、ちょっと数えてなかったけど。多かったと思う。わ、すげえお腹空いてきた。うわ、ばばば、やばいやばいやばい。え、100？ あ、やった。でもこっちやね、シーカーポットというインチキポットと、
常に使いやすい。バーティカル感があるんで。うわー、ちょっとそのガン結構強いな。はいはい、なあ、当たらなければ大丈夫。前詰めてくるな。結構あっ、待て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 、そんなに。ちょっと相手は射程そんな長くないから、長距離戦ってる分にはこっちに部があるはず。まあ、なんか右スティック触っちゃうな、ついつい。ギョギョフレームガンだっけ、結構射程は短めだけど火力は高いみたいな感じなのかな。ふふふ、ひざ丸、君の戦法よく分かったよ。ひざ丸、戦い方とても単調。まあ確かに、ガンを連射するばっかり。まだまだ悪い。なんで分かんの、なんで分かんの。その程度じゃ SC トーナメントで苦戦するよ、はっはっは。ではジャンボサイトでまた会いましょう、また会いましょう。カリンも今度会った時は僕とデート約束ね。なんか、完全に読み切られてたんだけど、あいつ有能なのかもしれない。な、なんよあいつ、約束なんかしてないっつーの。カリン、なんだか声が上ずってない。それはともかく、ひざまる、俺が言ったことは重要だよ。あ、彼が言ったことは重要だよ。ガンだけでも勝てるからってそれにばかり頼ってちゃいけないんだ。耳が痛い。ボムやポットもどんどん使えばもっと戦いを有利に進めることができるよ。ひざまる、羨ましいな。市民大会チャンピオンだから、東西両サイトの大会に出られるんでしょ。私としんちゃんは後半の西サイト大会に参加する予定で。ひざまる、今日遅くなってそろそろ帰ろうか。明日の SC トーナメントに備えてゆっくり休んだ方がいいよ。僕1階で待ってるから帰るときは声をかけてね。帰ろ帰ろ。ゆりえちゃんにだけ話しかけるのはごめんな。明日は私病院に行く日なの。大山日サイトの日に行くね。OK、 私はもうちょい練習していくよ。明日は東サイトに応援行くからね。なるほど、東ということを念をされました。スナイパーガン、スタンガン、スタンガンいいかもね。スタンガン相当近づかなきゃきついから。明日はひざ丸の家まで迎えに行くよ。僕も応援に行くから一緒に行こうね。いや本当にいい友達持ったな。恵まれてるよ。どうせ時間も時間だけどな。次の大会、まあ次の大会ぐらいまでやりますか。次の大会やったぐらいがちょうどいいかもね。おはようひざ丸。おはようございますおじさん。挨拶を返しなさいおじさんも。さあひざまる、今日は SC トーナメントの初日だね。大会会場まで一緒に行こうよ。ジャンボサイトの場所は分かってるよね。分からん分からん。市民ホールとメディカルセンターの先にある大きな建物だよ。それではジャンボサイトにレッツゴー。え、どうしてパパはいつも家にいて新聞ばかり読んでいるんだって。パパは小説家だからね。あ、そうなんだ、小説家なんだ。こうして新聞を読むことも立派なお仕事なんだよ。ママにお弁当作ってあげたり家事をしたりしてるのも好きでやってるのさ。はははめっちゃいいお父さんじゃん。生きがいとかまで言ってくる友達なかなかに。そうなんですよ、ひざ丸が成長するのが生きがい言ってくれてるからね。とんでもなくいい友達だな。これこっち側も進めんのかこれ。あ、そんなことはなかった。コネリアはそうか、カトレア邸とジャンプサイト、市民ホール、あとメディカルセンター。あ、そこに受付があるね。ほらひざまる行こうよ。段取りもいい、エスコートもしてくれる。
ちらで受付を済ませてから奥へ進んでください。ひざまるくんですね。はい、受付完了です。奥へ進んでしばらくお待ちください。それじゃあ僕は観客席で応援してるよ。観客席で応援してるよ。頑張ってね、ひざまる。ありがとう。ハンターとカトレアいる。あら、ひざまるさんでしたわね。今日は少し楽しませてくださいね。それからお前たち、いい加減どこへ行くにも私につきまとうのやめなさい。しかしお嬢さん、私は子供ではありません。命令です。散りなさい。大丈夫？誘拐されたら一発だぞ。何億という懸賞金というか身の代金。ではごめん、遊ばせ。知った顔が結構。ふかしくんね。お、来たな、ひざまるよ。この前はよくも俺様の顔に泥を塗ってくれたな。語彙力が高い。しかしだから、まあ確かにお前も少しはできるやつだと分かった。ということで、お前俺様の宿命のライバルに認定してやることにしたのだが、分かったな。え、俺様は認定してるって言ってんだ。お前に選択する余地はないぜ。ということで、今後は俺様の人生にドラマチックに絡むのなんだぞ。ガハハ。まったくパパのわがままにも困ったもんでしゅ。どうしたん？子供がカスタムロゴの大ファンで観戦に来たんだ。というのは口実？本当は僕がどうしても見に来たかったんだ。ハハハ。あ、そうだ。まあいい親子関係じゃんね。おっと、ひざまるくんか。僕が何か情報でも引き出そうってつもり？でもダメだよ。僕の情報は僕のもの。君の情報も僕のもの。えへへ、インテリジャイアン。インテリジャイアンだな。怖いね。選手のひざまるくんですね。どうぞ奥へ進んでください。ちょっとこっから連続の試合みたいな感じにさっきみたいになると思うんで、見てる方はもしかしたらあれかもしれないですけど、でも実体化できんだ。インテリジャイアン属性欲張りね。欲張り系、本当に。ちょっと陰湿な喋り方もしてくるし、結構強欲なところもある。ああな、大事な大きな舞台をろ、ジュジルゴが確実タイプなのだ。そうそう、試合開始だぜ。そろそろ試合開始だぜ。俺様に無事のさめる覚悟はできたか。いい5日目だ。ではこれよりラブダコーポレーション主催スーパーコマンダートーナメントアイスエリアの部を開催いたします。皆さん用意はよろしいでしょうか。1回戦は全デッキ一斉にスタートします。レディーゴー。いいな、これかっこいいな。変身変身みたいな感じで変身。お嬢様もいると。よし、俺たちも始めるのだ。俺たちも始めるのだ。分かった分かった。流行る気持ちを抑えてくれ。行くぜ、我がライバルよ。俺様の情熱熱風ファイトを受け取るのだ。熱い男だ。スタンガン使ってみるか試しに。どんなもんか。なるほど。え、ワンコンボ200取れるの？アタックも、あ、強いな。当たれば強いな。どうしよう、俺これが持ち武器になったら。これ確かに1回戦目でライバルと当たっちゃう。もうライバルではないね。めたいけどライバルではない。じゃあちょっと、あ、やば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 や
はい、なんとか逃げさせてくれなかった。なんかツルツル滑るのか、ここやりにくいな、これやりにくいな、これ距離詰めなきゃいけないのに、この武器距離詰めなきゃいけないのに、なんか床がツルツル滑って思うように走れないから絶対選んじゃいけない武器なんだか、これめっちゃボコボコにされてる。走り始めがすごくなんかぬるっと滑っちゃうんだよな。結構運が悪いかもな。はい、まずい、うわくーちょっと待って、ライバルだから、ライバル負けちった。ちょっともう一回、ちょっとスタンガン癖強めかもな普通に負けたんだけど、何回負けてもいい世界戦になってるからまだあれだけど、スタンガンやめた方がいいかもな。ガンばかりだと勝てないって言われて、早速、いやちょっとあれなんですね、スタンガンはガンだけになっちゃうかもな。どうしてもこのバーティカルガンにしとくか。ちょっと確かにでもスタンガンと一緒にポットとか絡められるといいのかもな。でも一旦スタンガンには申し訳ないけど、スタンガン行くわ。ちょっとこれはライバル級の強さだ、これ 2連敗、3連敗ぐらいしたもしかしたら。これスタンガンを生かしきれなかったか。バーティカルガンなら相手もバーティカルガンだけど、バーティカルガンをメインでずっと使ってるので、連動でいったらこちらに具があるかも。相打ちになっちゃうな。こっちはポット巻いて、相手の方が動きも重たいし、もうかわしかわしきれてないか。ポットとかボムも巻いとくか。この編成が一番強いのかな、もしかして。何回も戦ってくれてすまんな。まあ宿命のライバルに負けたんじゃ仕方ないのだ。そうだそうなのだが、待っていろ我がライバルよ。俺様は不死鳥のように必ず蘇る。
ありがとうな。1回戦突破おめでとう。次は4番デッキに進んでください。はい、戦う準備ができたら向かい側に立ってよ。私この大会でカトレお嬢様にいいとこ見せて遊園会に招いていただくの。さあ行くわよ。エアリアルビューティー型ステラ、可愛らしい感じですね。ちょっとでも地面が滑るなら引き続きスタンガンはやめておこう。無難にバーティカルガンでやってったら勝てる、勝てる相手かも。上を通るのが強いんだよな、このバーティカルガンは。遮蔽物もね、地形あると無視できちゃうんで。そう、ガンだけじゃダメだから、ポットをこうやって巻いて、フォトボム巻きながら、距離取ってポットがなくなったらまたポット巻いてボムも置いて、ポット巻いてと、だいぶ良くなってきたな。800残し、ジェミニボム P をスパイダーポットのデータあんまり見てなかったからわかんないけど、クスン園遊会が遠のいたわ。カトラお嬢様、すまん。2回戦突破おめでとう。次は3番デッキに進んでください。あ、いたいたいた。あー、リヒトか。リヒトか。今回こそデータは完璧さ、君に勝ち目はないよ。さあ用意はいいかな。行くぞ。いやー、リヒト君とちょっと相性あんま良くないんだよね。結構2回とも負けてるからな。過去2回戦って2回とも負けてるからな。いやー、カスタムロボこんばんは。ありがとうございます。めっちゃカスタムロボ世代多いな、やっぱり。カスタムロボ、懐かしいよね、この四角いサイコロみたいなやつから飛び出てくる。やばい、爆発する。あいつ素早いからな、これうまく巻きつつ、これ目やばいやばい。ちょっと距離取るか、さすがに。なんか一発ショットガンみたいなやつだから距離取れば、取った方が展開するかも。うわっ、当ててくる。一発しか打てない代わりに威力高いみたいな、そういう動きなんで。うわっ、こっちもちょっとポットで応戦しつつ、あんまり体当たり使わなくなったのね。うわ、まずい、まずい。だって右のスティック触っちゃう癖やめたいな。スプラトゥーンとか結構右のスティックはカメラだからすぐ触っちゃうんだよな。ソニックもそうだけど、右のスティック触るとアタック出ちゃうんだよね、体当たり。これちょっと慎重に叩かないと一発で全然。うわー、頑張る。ポットが追い詰めてくれ。ちょっとポット任せ。うわー、その一発でけー。当たってる当たってる。
秀だな。ホーミングしてくれるから。触っちゃった、また俺もう自分で戦うのやめちゃってない？いいのかな。スイッチでリメイク待ってます。スイッチでリメイクを待っている人もいる。まあ確かにね、こうしばらく新作出てないからね、このゲーム3ぐらいまで出て、あと待ち望んでるファンも多い気がするんだけどね、これ本当に。鶴さんこんばんは。リクレーションポットのデータ入手。ふふ、また負けた。この僕がなぜだ、なぜなんだ。準決勝突破おめでとう。次は一番デッキに進んでください。いいぞ、決勝ね。そしたら本当に決勝まで来ましたわね。さすが私の見込んだコマンダーですわ。ですがあなたの快進撃もここまで。優勝は私がいただきますことよ。我がラムダ社主催の大会で、その社長令嬢にして会長の孫娘である私が優勝をこの手にする。マスコミ各紙でカトレア優勝にして鮮烈なコマンダーデビューの見出しが踊りますわ。さあ準備はよろしくって。おーほっほ、このセーブの妖精ベルの可憐な舞を解くとご覧あれ。ベル、リトルスプリンター型、さすがに強そうだな。大会の、まあ言ってしまうボスだからね。距離を取る。あ、もうネットガンか。でも俺には当たってない。もうネットガン、これ確実に当ててくるから、こっちのガンは当ててオーバーロード狙うっていう戦法がいいんで、ね、しんいちくんが言うには割と僕らは前衛的な立ち振る舞いの方がいいのかも。しっかりこう詰めながら相手の骨とかが当たる前、うわぁ、かわせはするのか、ある程度。はいはい、いいね。はい、やるな骨とか。ほいほいと、あとはもう自動的にほぼ決着がつきそうな。はい、意外とあっさり。だいぶ使い方も慣れてきたしな。ホーネットガンのデータ入手。アイドリングボーグのデータ入手。ペイントボットのデータも入手。この私を破るとは。ふう、一般大衆の方々のレベルも我がラム社のおかげで向上しているということですわね。ひざむるさんと言ったかしら。運が良かっただけだと思いますが、少しは認めて差し上げますわ。ありがとうございます。おめでとう、ひざまるくん。それお嬢様、残念でした。ではこれより表彰式を行います。大会主催のランダムラダムラムダ疲れたかもしれん、もしかしたらラムダコーポレーション会長よりトロフィーの授与が行われます。ラムダ会長、ひざまるくん優勝おめでとう。
優勝だ。ありがとうございます。優勝しました。それから2位のカトレア、大会に出て少しは世間の広さが分かったかな。おっおっおっ、おじい様、私もっともっと練習しますわ。ラムダ社社長令嬢にして会長の孫娘の何恥じないコマンダーになりますわ。そうかそうか、ほっほっほ。リトルスプリンター型よく使ってたな。確かカスタムロボ2だと好きなキャラに変えれるんですよね。素早いやつね。素早い方が使ってて、こう前衛的な攻めができるから気持ちいいよね。ひざまるさんでしたね。ちょっと新たな力認めました。私西サイトの大会も出場予定していましたが取りやめますわ。腕を磨いて出直すことにします。このままじゃ済ましませんことよ、ひざまるさん。帰ろう。おっす、ひざまるおめでとう。ずっと見てたよ。でもなんだかひざまるがどんどん遠くに行っちゃうようでちょっと寂しいな。まあ、そんなこと言ってくれるんすか。おめでとうひざまる。でも私だってこのまま引き離される気はないからね。明日の西サイトで勝負よ。さて今日のところは帰ろうか。明日の西サイトが楽しみだね。ふふ、西サイトも大会？トロフィー1個増えたよ。あと2個増えそうな。ジャベリンも愛機だった。あ、そうなん、ジャベリンってのがいるんですね。でも実はあんまり記憶がちょっと曖昧で、やったことあるはずなんですけど。カスタロボ2結構やってたのかも。こいつまた鼻かけてみる？SCT 東大会のトロフィー、あの大会は熱かったね。オルセームは氷のステージだったけど、なんかちょっとなんかあれだな陽気なタイプだったこいつより。また優勝したんだね、おじいとさん。字がある、ちゃんと字があるわ。さっきとセリフ違うもんだって。あ、そうなんだ。どうしよう、キリいいのかな、もしかしてこの辺が。もしかしたらね、まるで今まで近くにいたような、ね、言い方してきた、なんか。しんいちくん、ありがとう、しんいちくん。客席にいたのかな、もしかして。あいつ、気が利く。気が利くな。ちゃんとした自我があるもんな。でもあのベッドの方にトロフィーを置かれちゃったら話しかけられないよな。これだってこれ以上だって奥に行っちゃうもんな。だってまあしょうがないか、まあ、こんなもんでしょうかね。多分半分ぐらいまでは来たのかな。あともう2つぐらいトロフィー乗りそうなんで。じゃあ今日は一旦こんなところにしておきましょうかね。まだまだ元気ではあるんですが、一旦区切ってまた近いうちに続き気になるというごく稀な方もいるかもしれない。おめ、近いうちに続きをね。なんかストーリーで見てる人いるのかな。いるかもしれないね。ありがとうございますね。新一の見た目人間になったケロケロケロッピーみたいなのは確かに、確かにね、可愛らしいよね。楽しみに、ふざせ、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとレイド先でも、お疲れ様です。ありがとうございます。気になる、気になってる。お疲れ様です。ありがとうございます。近いうちにね、続きもやっていきたいなと思いますんで。どうしよっかな。
に RTA にもこだわらなくてもみたいなところはあるのか。少々お待ちくださいね。わ、悩ましい。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ガチマ。マリオ練習。ああどうしようかな。スイカゲーム。スプラトゥーンにしようかな。僕もね、続き気になるんで、まあストーリーっぽいストーリーっていう感じはないですけどね、そのトーナメント勝っていくっていう感じになるんで、けどまああのね、多分海外の方もう一回出てくるでしょ、きっと。他のやつの絡みとかもね、ちょっとどうなっていくのか気になるんで、また近々やります。よろしくお願いします。ということで今日のところはおやすみなさいということで、ありがとうございました。